新年を迎えた FMW は冬季の衝撃発言から幕を開けた。おかげさまをもちまして、冬季プロモーションメンバーもこの通り増えて、俺自身も FMW のチャンピオンになることができました。よって明日の後楽園ホール大会をもちまして、冬季プロモーションは終わりにいたします。今年も TNR は爆心します。金村の力強いこの言葉、リーダー爆心しますって力強く宣言しましたよ。勝手にやってくれって感じだよ本当に。あれ勝手にやってくれ、俺と伊藤さんもうやめるから TNR。 え、そしてもう一つ、この日観客の度肝を抜いたのは突然帰ってきたこの男であった。約半年にわたる ECW 遠征を経て凱旋帰国を果たした田中雅人は、海外遠征の土産である新技ダイヤモンドダストで中川を秒殺、その存在を大いにアピールした。そしてこの日のメインでは注目のオーバーザトップ決勝戦が雁之助と大矢の間で行われた。勢いによってこの決勝戦まで駒を進めた男の中の男大矢は、老快なファイトで雁之助を翻弄する。しかし最後はこの戦いに復活をかけた雁之助の執念が勝り、大矢は涙を飲んだ。まあ、しかしやっぱりガムスケット強かったということなんですよね、はい、感動のフィナーレとなるはずだった試合後、各チームの選手がリングイン。昨年末からくすぶり続けていた個人闘争という名の核火山がこの日一気に大爆発した。果たして混迷が深まる FMW マットでリーダーシップを握るのは一体誰なのであろうか。いつまでも切り抜けてね、この俺が、この俺が来たのかある江崎さん、俺はあんたがやれんかったことをここでやってやるからよ。今年は俺が引っ張ってるからよ、みんな応援してくれ。エンターテインメントプロレスリング FMW の激闘をお届けしてまいります。ブレインバスター、今回もここ東京後楽園ホールより実況生中継でお届けしてまいります。オーバーザトップスーパーファイトパート2、コメンテーターはいつものように杉作ジェイ太郎さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、今日も後楽園ホール超満員のお客さんで埋め尽くされましたけれども、もうすごい興奮状態ですね。そうですね、実は前回の生放送がですね1月5日ということで、およそ2ヶ月ぐらいですね、お久しぶりというテレビの前の視聴者の方に申し上げたいわけですけれども、そうですね、実はこの2ヶ月間非常にいろいろな意味で FMW がね激動のマットということになりましたね。とんでもないことになりましたよ。そのあたりもじっくりとですね説明をしていきたいと、思います。そしてですね放送席サイド、今日もですね、4人のコメンテーターでお届けしてまいりたいと思います。まずはですね、選手の立場から、解説をしていただきます。邪道選手です。よろしくお願いします。いたします。どうも邪道です。そしてですね、もう一方、
今回は統一機構のこれスポークスマンということで、はい、お越しいただいております、はい、伊藤剛さんです。よろしくお願いします。改めてですね、確認をしたいんですけども、伊藤剛さん、はい、チームノーリスペクトを、お辞めになって、はい、正式に統一機構に入ったということでよろしいんでしょうか。まだ立場的には見習いなんですけど。見習いですか、はい、見習いというか一応名刺もらったんですよ、コミッショナーから雑用係って入ってるんですよ。くださいよ。あとでじゃあ渡します。まあいずれにしても伊藤剛さんすっかり改心したと。杉崎さん、顔つきが違いますよ。もう心を全て入れ替えたと、はい、いうふうに伝えられておりますのでですね、はい、そのあたりは今回は実は私ども DFTV の正式に初めてこの放送的にですね、はい、お呼びしていたしましたので、そのあたりのこともじっくりと確認したいと思いますので、よろしくお願いいたします。チーム巡業ついてきましたんで、今の FMW の流れは全部毎日コミュニティにメモロって言われてたんで、何でも知ってますんで。なるほど、そういったノルマも課せられているわけですね、はい、仕事もいろいろやってるわけですか。やりますよ、やってますよ。さあ、ということでまずは第一試合の方じっくりとご覧いただきましょう。おお、まず突っかけていったのは土方、バトラーズ対 FMW。 伊藤さん、はい、まずこのバトラーズ、はい、あるいはバトラーズを含めた他団体なんですけども、はい、FMW 統一機構としてはですね、はい、まあ、いわばこの他団体に対するちょっとこの距離の置き方というのを、そうですね、昨年とはだいぶ変えたようですけども、はいはい、多分ですね、コミッショナーの話によりますとですね、もし団体同士というのは敵でなきゃいけないと、仲良し恋しでやるのは良くないというのが非常に強くてですね。なるほど、もちろんその先にはすごい壮大なことを多分社長考えていると思うんですけど、はいはい、そうしますと、まあ、あらゆる、まあ、もちろんバトラーズに限らずですね、はい、いろいろな団体と、いわば全てが団体対抗戦であるという意識、看板をかけた戦いをコミッショナーはしたいらしいんで、はい、なるほどなるほど。そうしますと、まあ、今までは、まあ、例えば池田大輔選手であるとか、はい、完全にこうちょっとフェニックスの、はい、チームの一人というような形で参加していたのが、はい、これは完全にバトラーズの選手。そうですね、うん、最初はですね、選手の方にも戸惑いがあったんですけども、はい、ハヤブサ選手と池田選手が世界ブラスナックのベルトを持ったじゃないですか、はい、それを、まあ、コミッショナーが返上させたんですけど、はい、タックリーグがありますから、今度のタックリーグの勝者に与えられるということで、はい、ただそれとは別に、はい、早稲田選手の方が新崎人生選手と組んでアジアタックのベルトを取りましたよね、はい、まあ、池田選手にしてみれば俺がパートナーじゃないのかという思いがやっぱ強かったらしいんですよね。なるほど、はい、まあ、そのあたりの、まあ、紆余曲折もですね、この後 VTR の方でじっくりと、説明を、はい、してありますので、まあ、でも早稲田は人気者ですからね、はい、しょうがないですよ。まあね、いろいろなところからね、プロレス界全体からラブコールが来るというかね、これしょうがない、まあ、ある種スター選手の宿命かなというね、それだけ人気があるってことですから、はい、そういうことになりますね。さあ、その団体対抗戦というふうに見ていただきたいと思います。この西方対佐々木、この対抗戦でですね、はい、もう、まあ、3戦ほどほぼやってるんですけど、はい、佐々木がすごいですね。佐々木、はい、ちょっと測ったでも素晴らしい試合をしたようですけどもね、はい、池田選手、米選手、はい、臼田選手一本も引かずにですね、はい、やっぱ元々相撲をやってたんで、うん、馬力というものはありますからね。なるほど、はい、持ってつけじゃないですかね、対抗戦に。邪道選手はこの佐々木についてはどのように。いや、佐々木はこう見て、はい、おお、すごいハイアングルだ、これはすごい、おーっとスリーカード、あっといいね、やっぱりね、やっぱいいですね、はあ、驚きました。2分29秒、そうですね、佐々木恐るべし怪力、いやー、この表情、そしてこの超満員後楽園ホールのお客様から大拍手が巻き起こっているわけになりますが、しかし今のフィニッシュも邪道さんね、もう文句なしというか、セットルクリックが十分でしょう、ね、こういう試合の方が味が出てたね、はい、なるほど。いや、今さらこの土方何をしようとも全く受け付けないというこの佐々木の強さ、まあ、いわゆる曙の付き人をやっていたということでね、その巨漢パワーはこれは桁違いというふうに、まあ、実はデビュー当時から言われていたんですけれども、はい、まあ、もう一つこう伸び悩んでた部分もあったんですが、はい、そろそろこれ吹っ切れてきたなという気がしますね。ですね、体もちょっと足もちょっと悪かったんでしょ、前は、はい、
そのあたりも感じして。もう今治ったでしょ。ちょっと佐々木と話したんですよ。僕バトラーズにですね、佐々木と黒田が行った時にですね、社長に言われてついてけって言われてついてったんですよ。はい、はい、なるほど。それではですね、ここで、タックリーグが間もなく開催されるんですけども、まあ、一体どういったですね、チームが参加するかというところも、今年の上半期の最大の楽しみですからね、はい、展望の VTR この辺りでご覧いただきたいと思います。どうぞ。 FMW 統一機構初のタックリーグが注目を集める中で、いよいよ3月シリーズから幕を開ける。FMW10 周年イヤーの一環として行われるこのタッグリーグへのエントリーは、各チームが今日までに機構へ参加申請をすることになっている。現時点での出場チームは未定だが、冬木金村のフットルースやガンノスケ穂坂組の既存のタッグ、そして1月の川崎大会で存在をアピールした黒田佐々木組などの参加が予想されている。しかし、プレのトーナメントから各チームに微妙な亀裂が走り、状況は予断を許さないものへとなっていった。さらにこの男の帰国によって FMW マットのパワーバランスは未だ例を見ない形となって、これまでの固定概念は一気に崩れ落ちた。今やったら俺とお前まとめるんちゃうか。どうなんや、どうなんや。お前は敵じゃん。今やったら俺とお前は同格やろ。それやったら組めるんちゃうんか、お前。おい、ここ面白くするんやったらな、お前と俺と組まなあかんのちゃうか。どうなんや。去年引っ張ってったお前やろ。今年は俺も引っ張るんや。俺とお前組んだらここ取れるぞ。どうや黒田、俺待ってるからな。3月にはタッグもあんねやぞ、よう考えとけ。そしてもう一人、このリーグ戦で注目を集めるのが不死鳥ハヤブサの動向である。先日全日本プロレスに参戦したハヤブサは、盟友新崎人生とのタッグで見事伝統のアジアタッグ王座を手に入れる。王座奪取の勢いのままベストパートナーとタッグリーグへ参加すると思われたのだが、なんと人生の所属する道のくプロレスのスケジュールとタッグリーグのスケジュールがバッティングし、このタッグは暗礁に乗り上げる。トップを狙うため黒田にラブコールを送る田中も、当然ハヤブサとの決別を宣言する。俺は今の気持ちの中ではもうあんたと組む気はありません。俺はあんたと組むことであんたのスターだと思われるのがもう嫌だ。今もう俺とあんたは組むべきじゃないと思う。これからは俺とあんたが戦うことでみんなにいい試合を見ていただきたいと思う。俺はあんたの下では嫌なんだよ。それはあんたも分かってるはずだ。レスラーならトップになりたいと思って当たり前でしょう。お前の気持ちよく分かった。今日の最後のタッグ楽しませてもらった。次はリング上で会う時はお前と向かい合ってると思うけど、その時はお前に絶対に負けない。
これまで良き助っ人としてハヤブサを盛り立ててきたバトラーズの池田大輔であったが、ハヤブサと人生のタッグ再結成や FMW 自体への不信感から広島では助けに入ったハヤブサを完全に拒絶した。タッグリーグ戦を前に思わぬ苦悩を抱えてしまったハヤブサ。この博多で行われたガンノスケとの因縁のシングルマッチでもそれが戦いに暗い影を落とした。ハヤブサの元へなんと意外な人物が歩み寄った。残された選択肢はおのずと限られてきた。果たしてハヤブサは誰をパートナーに過酷なリーグ戦に挑むのであろうか。そして自らが巻いていたタッグベルトを再びその腰に取り戻すことができるのだろうか。注目のタッグリーグ開幕戦まであと19日。ここまでのタッグリーグ戦のいわゆるタッグチームがどうなっていくのかと、はい、今の、はい、今日時点でですね、はい、今の時点で、はい、正式にエントリーはまだないんですよ。全くないですね。で期限は今日なんですね。今日なんですよ。今日の試合終了後なんですよ、はい、時間試合終了後まで、はい、全く今の時点ではどこもチームが決まってない状態ですね。なるほど。発表はいつになるんですか。発表はですね、詳しくは月曜日に記者会見を、やる予定になってるんですけど。なるほど。ただ期限は今日なんで試合エントリーチームが決まるのは、はいはい、今日提出しなかった人たちは出れない。そうです。後楽園ホールの方ではですね、スーパーレザーが今山崎をツームストーンパイルドライバー強烈な同点食い打ちで見事スリーカウントを奪いました。はい、今日のこの試合の途中で俺とお前が一緒に組もうじゃないかっていうような提案っていうかアプローチっていうのが、いやどうでしょうね、それはよくわからないんですけども、まあ、何かあるかもしれませんね、はい、それはね。ですよね。だって今話し合いをしなきゃいけないんですよ、はい、いずれにしてもこの例えばスーパーレザーあたりもですね、これは誰とタッグを組んで、参加をするのかというのは非常にこれだけの大型選手ですから非常にこのタッグリーグのね動向を左右しかねない選手ですので注目が集まるところであります。まあガンノスケと握手をしてみたり、そうですね、かなりこうガンノスケあるいは穂坂と、はい、今のところ密にですね強行を組んでいる形になってますので、はい、しかしこれタッグ2人ですからね、はい、今のところ、レーザーは果たして誰と組むのかというのもちょっとこれ注目が集まるところだと思います。格となる選手が、はい、フューク選手にしてもまだグッドロースで出るってことは限らないですね。はい、
田中は一応黒田をパートナーに指名してるんですけど、黒田は佐々木で行くってことを言ってますよね。なるほど。まあ非常に今複雑と言いましょうか。もちろん佐藤選手の元パートナーの下藤選手の、はい、動向も気になりますしね。あ、そうなんですよね。佐藤さんはそれは まだ間に合わない。いや、それは分かんないね、まだ。あ、佐藤選手間に合う、まだひょっとしたら間に合う可能性もありますか。多分それはこの試合が、この興行が終わるまでに発表しますから、そうですか。いや、そのあたりもね、ちょっと全くこれタックリング戦がどういう形のね、登場、あのラインナップになっていくのかというのが今のところこれ全く白紙と言ってもいいですか。試合前にですね、コミッショナーの方が一応全選手に改めて、はい、今日が最終期限だからということは、はい、念を押して言ってますんで。なるほど。山崎なんかはどうなんですか。いや、どうでしょうね。ただ出場エントリーがあっても、全てが通るとは限らないんですよ。やはりそれに伴った実績を残している選手じゃなければ多分。なるほど。全何チームで決まってるんですか。枠は決まってないですね。枠は決まってない。あ、それは完全にコミッショナー判断 で、ね、はい、ただ8チーム予定してまして。しかし新井さんは予定は8チームで、はい、今外国人の新しい選手が2人が来ることは、ほぼ決まっていると思うんですよ。外人選手は何。まあいわゆるまだ見ぬ強豪タッグは、はい、一つサッカーね。一応あの佐藤選手がコミッションとの、はい、しての仕事として、はい、それはあの発掘してきましたんで。その発表も月曜日ですか。そうですね。いやー、これも楽しみになってきました。さあ、そしてこの後楽園ホールでは第3試合です。トンパチマシンガンズ佐藤選手がですね、はい、あの海外のプロレス のルートを持っているんでですね。なるほど。ああ、そういうことですよ。ブッキングマネージャーということで活躍なさってるわけですね。はい、これもまたどういった選手が。リッキーさんは誰のことですかね。まあ、それも当然気になるところですね。当然あのいわゆるフェニックスの中でとこういうふうなことは想像ができるんですけれども。今日から垂れ幕も新しくなりましたしね。あ、リッキー兄さん、決めろ神風、リッキー兄さん。なるほどなるほど。名文句が今バルコニーに垂れ下がっているわけでありますけれども。さあ、そのリッキー夫人、今回はフライングキット市原とのタッグを組んでこのトンパチマシンガンズ小野織原を迎撃しようというところでありましょう。さあ、いつものようにセクシーストームきらびやかなる入場を見せてくれるんでしょうか。リッキー夫人、まずはフライングキット市原が入場。さあ、リッキー夫人、生まれながらのエンターテイナーが一歩一歩リングに近づいていくわけであります。いや、もうフェロモン軍団ですね、これね。プンプン匂ってきますね、本当にね。はい、色男が揃っているという感じのね、このリング上でありますが、まあ、あのトンパチマシンガンズなんかは伊藤さん、はい、あのいわゆるただったりの選手ですけれども、今回タックリング戦、当然ただったりとしてエントリーというのは可能なんですよね。そうですね。ただやっぱスケジュールってものがありますからね。なるほどなるほど、はい、その辺りも微妙なところだということですかね。タックリング戦自体は長丁場なんですか。そうですね。2ヶ月間ジュニアですからね、この4人はね。なるほど。210ポンド小野武史。さあ、バトラーズでありますが、多分ですね、織原と組んで小野武史、トンパチマシンガンズ乗りに乗っています。はい、市原とリッキーに関してはよほどのパートナーを見つけてこない限り多分エントリーしても却下されると思いますね。あら、それはこれはあのコミッショナーの権限で、え、まあ、ジュニアというまずハンデが一つあると同時に、あの今シリーズの勝率を一応社長に提供、あの提出したんですよ。勝率、はい、はこれ、じゃあこの試合なんかもおろそかにできないわけですよね。ひょっとしたらこのリッキーさんのエントリーがあるかないかってのは割とこの試合にかかったりとか。リッキーさんのいないタッグリーグ戦ってのもね、ちょっと寂しいですよね。クリープを入れないコーヒーなんてって感じでしょ。今シリーズ確かですね、多分8試合ぐらいありましてですね。お、マイク持ってますよ。俺は覚えない、自分の名前忘れたから。またつまんねえ反則でもやるか俺やら。あ、待ってよ、つまんねえ反則はよ。多分こういう寒いこと言ってる間は多分タックリーグエントリーするチャンスもないと思うんですけど。はい、伊藤剛さんの今厳しいお言葉がありましたけれども、まあそれだけ先ほども申し上げましたけれども、いわゆる機構側にですね、かなりの権限が、まあその、まあ、
当然といえば当然なんですけれども、よりこれ今年からですね、そのあたりが明確になっていくということですよね。今顔面へえげつない蹴りを見舞っていく、リッキーさんの綺麗な顔が。さあ対角線ニュートラルコーナーに釘付けにしておいて、おーっとうまいですね、この辺り。リッキーさんの立派な股間がもう、あーおコーナー鉄柱に挟まれてしまいました。流れとしてはあれですね、そのコンパチっていうのは面白いかもしれないですよね、こういうリーグ戦にエントリーとかしてくるんですよね、はい、あの割とこう大穴的な存在になれるんじゃないかな、ね、レザーとの試合とかそういうの見てみたいですよね、はい、いかんせんこれジュニアというハンディがね、もう3始めになりましたね、もう完全に心を入れ替えたわけですよね、はい、それ演技してるわけじゃないですか、してないですよ、昔の僕が演技の僕だったんです。悪もかった頃、はい、じゃあかつてあのちゃんとレフリーやってた頃の伊藤さんに戻ったん、いや、あれよりも今は真面目だと思います、あれよりも真面目、はい、いやね、あの伊藤さんも地方土地土地でですね、あのいわゆる雑用係の肩書き通りですね、本当にあの雑用をね、文句一つ言わずに黙々とね、ってやってるんですよ、これはね、本当別人ですね。じゃあもう朝まで飲んだりもしてないわけですね。いや、もうしてないですよ、もう貧困法制になりましたですね、はい、まあこれ全国のこの月曜日ご覧の皆様にもですね、なかなかに真面目になりましたと、こう報告をですね今日したいと。ちょっと斉藤さん、うん、ちょっと伺っていいですか、はい、あの社長とはもう完全に仲直りしたんですか。いや、それは上司と部下というよりもコミッショナーがいて僕らがいるわけですから。じゃあですね、あのカオルコさんのことはどうなったんですか。はい、カオルコさん、いやそれはもうちゃんと諦めた、コミッショナーに、はい、諦めました、余計なことをするなと、はい、まずは一安心ですね。そうですね、まあそのあたりの話もでもひょっとしたらまたその下心でなんて、いやそれも僕もだからちょっと心配かなと思ったんですよ。そういうあれにはもうあんまそういうやっぱ、会社を運営していくっていう面白さをなんか知りましたよね、この恋愛より仕事だと、はい、ははだいぶあっちの方も元気なくなってきたんじゃないですか、もうあのホテルの宿泊とか取りましたからね、選手の泊まる調べて電話して、そういったことも細かいことも、デスクワークも、はい、はじゃあこれあの全国の視聴者の方々に、皆さんにあのこの伊藤剛さんが何か悪いことしてたら飲んでたりとか、うん、あのぜひあのディレクTV宛てにお便りいただきたいですね。そうですね、あの VTR もお待ちしてますという感じですね、あのぜひその現場を押さえていただければスクープ映像として、ね、やっぱ男は仕事ですねってことが、はい、いや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 、はい、それはジャドーさんもですか。もちろんですよ、見た目は悪そうですけどね。どこが悪いんですかこの格好の、はあ、スーツで2人とも、あ、まあそれはそうですけど、これ清掃ですから、まあ、今日はねあのちゃんとテレビに出るということでですね、お二人にはきちんとして、言葉遣いもですね、きちんとするとそういうこれ一つの条件で、そうですね、はい、じゃあその変わっていく過程で、はい、今日この放送が終了するまでには、うん、何らかの形のものが見えてくるっていうことですか。まあ番組を見ていただければそのあたりの誠意が伝わると、試合が終了するまでが締め切りなんでしょ、はい、あ、タッグリングですか、ですか、はいはい、そうですね、タッグ戦の、はい、そういうことですね、はい、ですので試合、まあ、この番組の中でですね、そのあたりのエントリー正式決定という部分をお伝えできるかどうかというのはこれちょっと微妙なんですけれども、となると今日のこの最終のメインイベントの黒田田中戦なんてのはもう優勝、はい、そうですね、あ、リッキーさんがなかなかいい動きをロックマルト優勝3連発リッキーダンス、いやリッキーさんがいよいよ本領発揮であります。リッキーさん決めたんじゃないですか今のダンスで今のダンスで決まりましたかね、まあ、このあたりが新井コミッショナーの目にどのように映っているかと、ジュニアの戦いですかねこれをね、あやはりそのあたりが、ね、はい、なってくるんでしょうかね、まあ、花から優勝できないチームがやっぱ参加させるってことはいいそうだね、はい、なるほど、年齢的にはジュニアじゃないんですけどね、あのそのなんですか、ね、その経験でカバーできる初なわけじゃないですか統一リーグの、はい、それにふさわしい選手をやっぱ集めてこれは高齢化させていくことをコミッショナーは願ってますんで、なるほどね、切に、はい、ヘビー級っていうかでもないんでしょ、でもでもやっぱジュニアとヘビーじゃ違いますからね、実力はね、やっぱジュニアの選手でヘビーを勝てるかっていうと
っぱ疑問ですからね。じゃあディッキーさんが大きい人と組めばどうですか。それはだからそれなりのパートナーを見つけてくればエントリーはできるってことですよ。そうしますと例えばリッキーとレザー、リッキー大家とか、リッキー大家、そうですね。あ、その辺りは可能性はまだ残されているということですかね。リッキー早草ってのはどうなんですか。あ、それももちろんあるでしょう、あの先ほど VTR でもありましたけれども、あの実は今早草がですね誰と組むのかと、はっきり言ってあの八方塞がりの状況になってるんですよね。ただやっぱし今回は、はい、まあ、早草もやっぱ優勝しなきゃいけないあの使命にあるんじゃないですかね、やっぱし、はい、そりゃそうでしょ、アジアタックチャンピオンにまでなってね。アジアタックチャンピオンなんで、しかもあの今回プラスナックル選手権は剥奪されてまで、はい、タックリーグでもう一回やらされ、あのやらなければいけないわけですから、はい、当然自分が巻いたベルトですからね、もう一度自分が巻くのはこれは宿命と使命でしょう。だいたいね、あの今年で10周年でしょ、FM Wが、はい、その大事な年のですよ、もうこの月に一度のペーパービューでですね、はい、今日だってメインイベントじゃないんですから。あの実は昨年の末からですね、今年の頭にかけてちょっとこれ早草のいわゆる存在感というのがですね微妙になってきてるというのが、ね、僕ちょっと今日これカード発表を見てちょっとびっくりしましたよ、これもメインじゃなかったですね、はい、早草がメインじゃないなんてね、でもまあコミッショナーとしてはいいことなんじゃないですかね、はい、あの田中対黒田のこれシングルマッチ、はい、当然これメインイベントにふさわしいですね、大一番だというふうには思いますので、まずはどちらがいいのかというのは当然これはあの、ね、ファンの皆様の中にも個人差あると思いますけれども、だからあれなんですよね、まあ、もちろんエースというものはファンが認めなきゃいけないわけですけど、はい、ここはやっぱ会社ですからね、会社が認めたエースは実際誰になるのかというのは、いやー、ディスカスパンチからそしてラリアット、リッキーさん動きいいですよ今日。さあそのあたり強烈にアピールできるのか。しかしさあ下腹部にキックを入れてロックンロールの叫びとともに DDT だ、リング中央、これはどうか、カウント2。さあそのタッグパートのタッグリーグの動向も気になるところですけれども、まあ、しかし早草は心中穏やかじゃないですよこれ、やっぱりね、いや、 やはりあの昨年末からにかけて、そして、まあ、一番早草にとってね、ショックな出来事というのは先ほどの田中の凱旋ですよ、うん、これ今日はあの先ほどね、はい、はやぶさ の、 かあの限定100個の10本のライターなんかね、はい、あの完成してましたけど、はいはい、これあのメインイベント張らないと売り上げにも影響してきますよこれ、まあ、当然そのあたりはですね、実はあの新井コミッショナーも機構側もきっと考えてはいると思いますけれどもね、まあ、基本的にはやぶさの今回のタッグリーグの、はい、おーっとカウント2、いや今のラーマヒストロはがっちり変わったバッターが、しかしカウント惜しくも 2.9 です。希望のパートナー第一志望がやっぱ新滝人生だったわけじゃないですか、はい、それがダメだったと、まあ、田中 もまだでもダメって決まったわけじゃないんですか。ダメなんですよ、人生はスケジュールが合わないんですよ、絶対ダメ、出れないんですよ、絶対ダメ、出れないんです、まあ、人生の場合あのいわゆる密着プロレスがですね、そうですね、ちょっとまあ、ねえ、ややこしいことになっちゃいましたからね、相手ことになってますので、ちょっと多団体でにこの時期出てるわけにはいかないというのもこれはもうしょうがないというかね、しょうがないですね、それでやっぱ田中 もう組む意思は完全にないってことを言ってますからね、はい、さあそしておー市原ラーケンラー飛距離十分、いやこれあのなかなか今日の飛距離が出てますよ、この後リッキーさんも見せてくれると思いますよこれ、はい、市原そしてリッキーの動きが完全にこのトンパチマシンガンズの2人のねいわゆるヒールテクニックを封じ込んでいる、おーっとカウント2で危ない、さあ飛ばしていますリッキー、市原も何かこれ久々になんか思う存分ですね伸び伸びと試合をしているようにも映るんですけれども、さあそのあたりがこの光沢ワークにも生かされている、おーダブルでこれは対角線にダブル神風だ、さあ肩口のあたりがストマックにぐにゃっと突き刺さった、危ない危ない折原、さあリッキー今の表情を見てもかなりこれ手応えありというね、充実した表情を見せていましたリッキー富士、今日髪も綺麗ですね、髪のサラサラヘアでね、はい、さあおっとお回転2回転をして垂直落下のブレンバスター、さあちょっと折原が攻め込まれていますよ、でも折原はこの
どうですか伊藤さん、こんな感じでそのままずっと。あ、さあそう言っているうちに、あーあー、いやこの辺りはさすがトンパチ、完全にねリッキー組み、うわー流れがいっていたと思っていたんですが、椅子攻撃一発でこれ形勢逆転ということになってしまいました。さあもう一度と対角線に振って、さあ顔面に蹴り、そして串刺しのラリアットだ。ああ今ガムテープ、うわーっと、あガムテープで腕をがんじがらめにロープに縛りつけている。これも昔ね伊藤剛さんにやられたんですよ。そうだよ、ね、ああそんなこともちょっと真面目になったら仕返しさせてもらいたいですね。真面目になったからって全て昔の悪行が許されるってこともないですから。杉崎さん、これでもし僕がコミッションでいい位置したらあなたはクビですよ。あそんなことないでしょ、こんだけひどい目に遭ってきたのに。いや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 、ちょっと待ってください。真面目になった割にはこれちょっとやっぱりこのねえ、それ脅し脅迫めいたこと、そんな脅迫めいたこと言わないですよ。さあちょっとこの辺りはまだ真意をつかみきれていないというのが正直なところかもしれません。これは何ですか。あーすごい、うわなだれ式の、いやこれは返せないか、すごい技でしたね今のは。いやトンパチマシンガンズやはり強かった。伊藤さん、はい、トンパチマシンガンズこれタックリング戦参加なんてのは結構そうですね、試合見ても面白そうですけども、どうですかね。そうですね、本人たちあんま興味ないんじゃないですかね。あこの2人はそうですか、自由に暴れてたいんじゃないですか。なるほどね。デッキ組はどうなりましたこれで。はい、デッキ組はいやなくなるんじゃないですかね。ちょっとやっぱきついですよね。ちょっと弱いね、インパクトがね。インパクト弱いですか。はい、あじゃあ、どう選手のこれ勝利を収めてればまだちょっとね、分かんなかった部分もあるんですけれども。あの選手には毎日が査定だってことを分かってほしいですね。査定、はい、あのこれ失礼ですけども、査定をするのは誰なんですか。最終的にはあの払い込みコミッショナーです。はい、ただやっぱコミッショナー忙しいですから。それに対しての助言というか、現場サイドの声として、まあ伊藤剛さんなりちょっと任せられました。邪道選手でも雑用係ですからね。まあ新井さんが雑用係の言うことに耳を傾けるかどうかというのはね、そうですよね、そのあたりはまだいや分かんないですけど、コミッションはちょっと話聞いてくれました。はいはい、ああそうですか。あの新井さんとは、はい、コミッショナーとはですね、これ完全にこの仕事の間柄という意味では良好なんですか。いやというか、連絡事を僕が社長に伝えてるという、今日こういうことがありました、今日会場でこういうことがありましたと、あ分かったと。新井さんの信用を得るには時間はかかると思いますよ。いやそりゃそうですよ。だって新井さんは一時はフォークで刺されたことだったそうですよ。それを、ね、靴まで舐めたんだから、この人の靴まで舐めさせられてですよ。そりゃね、1ヶ月や2ヶ月や3ヶ月じゃ無理ですよ。もう1回やってね。まあだから僕がクビになるって言ってもまだ2、3年は安泰でしょう。大丈夫ですか。さあそしてですね、私この試合非常に実は楽しみにしていました。チームノーリスペクト同士の戦いということになりました。第4試合シングルマッチ冬木行動対ゲドー、これ贅沢な試合ですよね。冬木対ゲドーになります。さあまずはゲドーが青コーナーから入場。このもう華やかさはほんまに負けてないですよ。さあもう一つ実はですね、邪道選手のコミッション入りで気になっているのがこの兄弟の軸はどうなったんだろうという。あれ今どうだ調子は兄弟、あ連絡取れないからさっきも分かんないよ、お前一回話しよう兄弟、あいろんなやつが出てきてよ、 TNA も大変なんだよ、タックリームもあるしよ、あ一回話しようよ兄弟、どうだ。I don't know this guy。
今これはロード選手の入場です。ジャド選手完全に 拒否したということですか。どうなのかね、話し合いもしないということですか。ジャド選手は気候の人間なんですよ。ゲド選手は気候の契約選手なんです。立場が違うでしょ。どういうことですか。まあでもまだねジャドー選手の、怪我の具合によってはタッグリーグの参加もわからないということもありますので、私としてはまたねジャドーゲドーのタッグでねタッグリーグ出てほしいななんていうふうには思うんですけれどもね。でもなんか穏やかではない。そうですね。新ロングセット203スーパープレイゲドー。さあその心中穏やかではないでしょうけど、コーナー第5代 FMW 認定2冠統一チャンピオンチームノルスペクト200ドー松森ふゆきコーナー。コミッショナーかなり怒ってましたよ、ふゆき選手に対して。コミッショナーの中ですか。かなり気候批判を今シリーズしてましたんでですね、タイトルマッチがありましたね、はい、池田選手との、はい、一応これ、はい、コミッショナーの方に、ディレクティビーを通じて言ってくれって言われた言葉がありましてですね、はい、あくまでも奥行選手は気候の先ほど言った契約選手なわけであって、はい、あくまでも新井コミッショナーの下で働いてるので忘れるなと、はい、チャンピオンだからといって偉いとは限らないということをちゃんと分かってくれる。それは新井さんが言ったんですか。そうですよ。まあ実はですねそのいわゆるマッチメイク権、はい、全て、機構に の権限に、なりましたので、なるほどなるほど。まあそれに対して確かにねいくらチャンピオンでもですねなかなかこの異議申し立てというのはできないということはまあ確かに正論ではあるんですけれども、まあしかしチャンピオンとしてもですね、はい、当然意見はあるでしょうから、はい、まあそういった苦言をまあ一つ呈したと、はい、いうことはまあ当然新井さんとしては受け入れてはいるというふうには思うんですけれどもね、参考にもしてくれないんですかね。話は途中なんですけど、かなり今日ゲド選手動揺してますね。珍しいですね、ああいった技を失敗するというのは、いや先ほどのね、ちょっと兄弟への呼びかけで完全にこう無視されたようなね、ちょっと心中動揺が隠せない部分かもしれませんが、あれじゃあゲドがかわいそうな感じですね、ちょっとね、はい、まあただもちろんまだゲド選手怪我でね、欠場中ですので一緒にやろうって言われてもなかなかね、難しいこともあるんでしょう。さあそのゲド本体冬木構造に対してこの試合でどうでしょう、勝利をもぎ取るようなことがありますね。これまたチームノーリスペクトの中でも非常に面白い状況が生まれてくるんじゃないかというふうには思うんですけど、まあ、でも冬木選手が攻めれば不満でしょうね。なんで自分のところの、まあ、子分と試合しなきゃいけないんだと。僕も今日このカードちょっと変だなと思ったんですけど、あそうですか、それはやっぱり新井さんのそういう考えがあって、そう、あれフォースアッカーとそしてレッドガードつけた、あっという間にゴングが打ち鳴らされている。あれこれはどういうことなんだ、これはどういうことなんだ、はっはテロリスト軍団現る、いやー完全なるテロ行為だ、全く試合はぶち壊されています、試合が完全にぶち壊されています。これちょっと広いよこれ、いやーテロリストですよこれまさに。あれこれ伊藤さん、これは機構としてこれこんなこと許されてはいけないでしょう。そうですね、いやーどういうことですか。これは制裁処置に値する行為だと。ああさらになんと風紀の首に、うるさいよ、おい、その左側の俺に勝てんのかな、おい、札幌な、てめえの首とベルト2本、俺がもらうぞ、いいかな。ああ、スタンの付けとね、しっかり
3月19日札幌大会でガンダスケが冬季の2冠王座にどうやらこれ挑戦することは伊藤さんこれ決まっていやまだ正式には決まってないですね、まだ勝手に思い込んでると思うんですけど判断するのはコミッショナーですからコミッショナー機構としてはまだそのマッチメイクはできていないということですか。そうですね、タイトルマッチですからね、はい、はあ、去年の年末おとなしくしてた時にこんなに悪くなるとは思わなかったですね。改心したって言ってたのに菅之助ね。いやー本当に、ね、人の改心したなんていう言葉ぐらい当てにならないものはないですね。ないですね、はい、コロッとこう足元すくわれてしまいますからね、うん、僕もやっぱりあの伊藤さんには態度で示してもらいたいですね。あもちろん一朝一夕にねそういった部分が伝わるからのがあそんなことでよろしいですか。そのぐらいだったらなんとか。いや、まあ、ありません。まだ雑用係で発球ですんでね、多分ね。これでもどうしたんでしょう、はい、これ冬木さんたちやられっぱなしでこれちょっとかわいそうですね。鹿児島でですね、3日前に鹿児島で試合あった時ですね、はい、金木レジャーに左肩潰されてるんでですね、あちょっと冬木二冠王なんですけれども天罰じゃないですかね、これは。でもえ気候批判をしたある意味天罰だね。そうですね、天罰ですね。さあ第5試合を迎えました。 FMW 対バトラーズ6人タッグマッチです。お金と去年ルースダー勝美池田大輔組の球場です。さあまずはウスダそしてモハメの米池田大輔この3人とバトラーズトリオが登場するわけでありますがこれ面白い試合ですよ。まさに FMW と言いましょうか。これはあれですね、チームノーリスペクトないバトラーズ、まあ、非常に興味深いシックスメンタッグマッチなわけであります。バチバチファイト、この FMW のマットで炸裂するのか。先日この池田大輔は対 FMW 宣戦布告とも取れるような発言をしていました。完全にたもとを沸かすはやぶさとは一線を画しバトラーズの大将としてこの FMW 殴り込みを宣言したわけであります。まあ、確かにもう大ちゃんもアシストしてる枠からは出てますよ、はい、そうですね、もう、はい、格が違いますからもう、はい、さあチームのリスペクト金村そして日野中川も登場。おなじみのブリーフガンバダンスもこの金村幸宏すっかり代名詞となってしまいました。今日も3人この赤コーナーの奥でダンスを披露。中央の中川は仁王立ちだ。さあ新たなユニットと言っていいですか。これはこれ中川だけ全然ダンスやっぱりやらないですね。まあキャラクター的なものがあるんでしょうけどこれはまあ、まあ、やっぱりネタ、はい、ということでよろしいでしょうかね、はい、さあお背後から入場はこれはいい。まあ実力者が6人揃ってますんでね。 FMW 対バトラーズ団体対抗戦6人タッグマッチ30分一本勝負を食らいます。でもあれなんですよ、青コーナー格闘探偵団バトラーズ200分ドーンモハメドーンヨーネー。もうヨネは期待のナンバーワンですからね。よろしく、はい、200人ドーンウッサーカツリン。渋いですね。まあバチバチファイトの最も似合う男と言ってもいいと思うんですけどね。大輔。ああそして我らが大ちゃん。もう今や一枚看板ですよ。はい。赤のコーナーチームノルセット200人ドンバッドボーイヒドン。さあ早くも203ドン。現在はかなり緊張状態であります。さあ、そして金村が何ですかね、この相撲ポーズで相手を挑発する。ミスターダブルクロス中川浩二。さあ、寡黙な男ミスターダブルクロスって言っても紙のプロレスとは関係ないんですよね。あ、それ関係ないですね。はい、まあ、いずれにしてもこのチームのリスペクト先ほども実は下道のマイクにもありましたけれどもですね、まあ先ほどテロ行為にもありました、ちょっとチームのリスペクトがか
なり一時の勢いがですねなくなってきている。そんな中でこの2人が抜けてどういう風な方向にですねチームのリスペクトが動いていくのかというのがですね、ややチームのリスペクト信者も結構いますんで気になるところなんですよね。 T シャツも結構売れてると思います、はい、さあただその辺り気になるのは、はい、あの金村さんが、はい、あのさっき放送席のこの、はい、お二人の方を、はい、なんか睨んでたような気がしたんですが、そりゃそうでしょう。あ、まあ、しかも大谷選手来ましたね。リングサイドに男の中の男 T シャツを着た大谷が、あ、池田を応援しているようです。向こう側シーンは黒田と叩きますね。あ、黒田と叩き、これで杉田さん、やっぱり選手、あの試合前にコミッショナーにですね今日が期限ですよと念を押されている部分でというよりもですね、はい、コミッショナー命令出てるんですよ。バトラーズは潰せという。あ、バトラーズは潰せ、そしてコミッショナー命令と新井さんの命令です。おー、早くも非道がね、ハンニャの形相でね、池田大輔に対してこれ池田のヘッドバットで額割られたわけですけれども、早くも非道が、うわ、喧嘩ファイト、完全にストリートファイトになっているということは、これ大谷もチームのリスペクトといいましょうか、この FMW 側にのセコンドとしてリングサイドにいるんでしょうかね。先ほど池田頑張れというふうに言ったようにも聞こえたんですけれども、さあこのあたり人間関係そして団体間の思惑というのが全くこれ複雑に絡み合ってわからない状況になっている。ちょっと一言で説あの、はい、解説できる状態ではないかなとだけは事実ですね。しかしね、先ほどからの非道もそうですけれども、バチバチファイトでこれ対抗してますよ。蹴りをガンガンと見舞っていく金村、おお、ドラゴンスクリア。でもね、バチバチファイトなんかだったら非道も行きますからね、これ、得意ですから。あ、そして薄田、さあローで一発で金村の巨体を寝かせてしまう。あ、これスタンドのアキレス腱、あー、そのままアキレス腱が危ない危ない。いやー、ものすごい緊張感が今この FMW 後楽園ホールの中を支配しているわけであります。いやー、やはりこれ伊藤さんね、団体対抗戦というふうに目打ってからの緊張感というのはぐっとこう上がるもんですね。でもあれですよ、バトラーズもこういう感じで気候に参加してるわけですから、はい、別に僕らの目から見たら平等なんですよ。バトラーズだろうが、FMW だろうが、はい、もちろんあのバトラーズを潰せという指令は出してますけども、はい、で別にバトラーズ勝てば別にそれはそれでいいことだと思うんですよ。なるほど、まあ、あのいわゆる選手の中での意識の面ではやっぱりやるかやられるかというね、あのそういった緊張感を持って試合をしてほしいと。そうですね、いうことなんでしょうかね。バトラーズも本来 の、はい、そのスタイルを別に後でやっていいと思うんですよね。本来自分たちのマットでやっている、ね、いわゆるバチバチファイト、はい、FMW のマットでも、はい、たとえそれがあのチームのリスペクトであろうと、早草であろうと、はい、そういったファイト、自分たちのファイトをこの FMW の中でやればいいと、まあ、ある種それは正しい結果かもしれませんけれども、さあ、うわー、どうか今日は何か危機迫るものを感じます。どうはこういうのやらすとすごいですよ。あのこの間の博多でですね、はい、非道試合見せてですね、はい、全然自分関係ないのにやっぱ入ってきましたからね。あ、なるほど、まあ、舐められたくないっていうのはあるんじゃないですか。特にこの他団体と、まあ一つこれバトラーズの戦いの中で非道自分の存在感をねアピールしていこうという売り出すチャンスですね。やっぱしあの団体ありすぎますからね、もう邪魔なところは排除していくって姿勢でいいんじゃないですか。それはあの日本のプロレスマット界という意味ですか。そうです、そうです、そうです。なるほど、それは誰の意見ですか。それはもちろん社長の意見ですよ。社長ですからね、僕は全部ライバルになっちゃいますからね。で今までどっちかっていうと仲良くやってたわけじゃないですか、協調路線で、はい、でもやっぱそれはやっぱりこれね、杉田さん、新井さん男らしいとこありますね。あのいわゆる折からの不況でですね、そうですね、あの各一般企業もですね、いわゆる合併だったりあるいは淘汰されたりという業界がまあ本当に激動の世の中になってるわけですよね。そういった中で当然これプロレス界も、そうです、まあ、ある種他団体は全部競合他社ですからね、お客さん取り合う完全なる競合会社ですから、
これはあの戦いの面でもですね、これ潰していかないと。ただあれですよね、 TNR のメンバーも変にそのバトラーズの試合にスタイルに合わせる必要ないんですよね。自分のスタイルでやればいいんですけど、今回はどうでしょう、完全にこれ受けて立つと言いましょうか、もう合わせちゃってますから、バトラーズのスタイルに合わせてますね。逆に勝ち目なさそうですよね、はい、あれそうですか。ああ今若手同士ですかね、山崎と方ですかね、今飲み合って、しかもこれ大谷さんもね、あはこれはセコンドの間も一触即発ということになりました。まあ、しかしあれですね、あの、はい、10周年迎えた今や平明 W はね、はい、もうちゃんと立派なした、これもう会社ですから、もちろん大会社ですから、はい、やっぱりあのやっぱり新井さんのちょっとね、人の良すぎる部分が僕もちょっと心配だったんですよ。なるほど、はい、やっぱりそれぐらい強い姿勢で行くべきですね。そして金村が今石を持って、あ、まあ、先ほど伊藤さんも言われました、バトラーズに合わせていってはダメなんでね、こういったファイトで勝つのを見たりするのは必要ですね。はい、いやしかしガンガン行った方がね、大ちゃんなんかもやりやすいしね。なるほど、さあとにかくこれ先ほどから殴る蹴る、まともなあのいわゆるプロレスの技一つも出ていないんですけれども、完全に殴る蹴る喧嘩ファイトがこの6人の間で、今度は張り手だ、張り手ローキックミドル、さあ米もこの移動を捉えていくのか。とにかく6人入り乱れて殴る蹴る、まさにストリートファイト。いや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 、すごいことになってきました。あだいぶ熱くなっています池田。わちょっとでも隙を見せると、いや、 やはりこれで お客さんのところが団体プロの FMW 側にこれシュッとしてますよ。いや、いいんじゃないですかこれで。あは前と違いますね、ヨネにブーイングですよ。そうなんですよね、あーブーイング、一攻撃に対してブーイング。今までこれチームのリスペクトが完全に悪役だったんですけれども、これはははこれお客さんもそういったところの何ですか、雰囲気っていうのは素早く察知してるんですかね。これ団体対抗戦だっていう意識が浸透してますね、この館内に。いや、やっぱりそれはさすがね、もうあの10周年を迎えた会社のお客さんですから、もうよ頭もいいし優秀なお客さんばっかりですから。そうですよね。さあここは一つ FMW 対バトラーズ、徹底した団体対抗戦という見方をして、この試合に熱くなっていただきたいと思います。あー、ラリアット、金村のラリアット豪快に米にヒットした。さあそして中川だ。さあ今まではちょっと一歩引いたファイトもしていたんですけれども、この辺りでテクニシャンブリを勝ちたか。すごい勢い、ものすごいスピードでラリアットを蹴っていく。さあこれあの実は6選手ともかなりこれ体調はいいんでしょうかね。すごい、ね、あのいい動き見せてますね。さあ今度は移動、張り手張り手、移動もだいぶこれウェイトアップしてますんでね、一つ一つのパンチあるいはキック重みを 増しているわけであります。やっぱ移動はね、こういうもうガンガンいく試合になるとね、はい、もう本領発揮できますから。あーそのまでプロレスできないからこういうので嬉しくないですよね。ジャドさん、ももしくなったね、ジャドさん、ジャドさんどうですか、移動のこういったファイトっていうのはなかなか私たちなんかこう見てて頼もしいなという気がするんですけどもね。いやでもこの6人はね、対抗戦だって前より面白くなったね、はい、それは間違いないですね、はい、技術がない試合だから別に非道ボロ出ないから、まあ、その辺りはちょっとわからないですけど、なんかたまにこの辛口トークが気になりますね。辛口トークがね、査定する立場ですから。いや本当にね、いやでもそれはそれ根っから改心したとは思えないはず。非道今本能だけでやってるでしょ試合を、はい、だからそれはそれでいいかもしれないね。やはりこの闘争本能を表に出して、そこからこう活路を生み出していくというのが、まあ、ある種非道はそういったファイトの方がレスラーとして向いていくのかもしれませんね。レスラーそれぞれタイプがありますからね、はい、ただ一時の池で終わっちゃうんだよね。いやこれはまだこれなんか非道に対して本当に冷たいですね。なんか練習してなかったですもん、今シリーズ見てたら。そういうところが、あ全然練習してなかったですよ。試合前の練習のリング作りながら誰が練習するか全部チェックしてますから。あ自分はリング作ってたのにっていうような、まあ、あるんだ。いやそういうのを見とけって言われたんだよ。なるほどね。いやなんか意
きなりそんな正論を吐かれちゃうとね、グーの音も出なくなっちゃうんですけれども、なるほどなるほど、まあ話半分くらいで聞いておきましょう。そうですね、はい。さあさあ今度はヨネット、うわあ金村のキックは空を切る、あ逆にニールキックを狙っていくヨネ、これはやっぱりいいですね。さあ薄田、さあ薄田が一歩足続きを金村のこめかみのあたりに打ち込んでいく、いいですね。さあ薄田の握り拳がスパークしています、徹底してこめかみ狙いだ。さあそしてはいミドルキック、薄田の顔の古さもいいですね。あそうなんですね、あの昔ながらのね、なんかあの飲んだくれ親父みたいな感じですよね、はい、これはそういう状況じゃないですか、これはもうシビアにやっぱ解説した方がいいですよ。あなるほど、あさあうまく中川が薄田の勢いを止めた、あー脇がされ脇がされ、先ほどガウジングで目をやられたかと思いきやよく見ていた、狙いすましての脇固めだったんですけれどもね、惜しくもカットに入られてしまった。さあ大ちゃんボンバー、おお同士打ち、機動ちゃんボンバー対大ちゃんボンバー、大ちゃんボンバー大き上がる機動ちゃんボンバー、顔面ヒット、顔面でしたよ今、顔面ヒットだ、大丈夫かな今、完全にあのオープン、いわゆるオープンプロでしたね、わあ大ちゃんボンバー、すごいアンクルでヒットした、大返した、いやーものすごいヒートアップしてした試合になっている。危ないぞ、さあ移動がちょっと足元がおぼつかない、大ちゃんボンバー、これは決まったか、トカレムラカントに入る、いやーこれは一進一退、勝利の女神どちらに微笑むか、全く一寸先は闇な状況であります。あーそして急所蹴りで移動、リングライバー薄田と移動の対戦、殴る蹴るの攻防、喧嘩ファイトを制するのはバトラーズか、それともチームローリスペクトか。いやーリング外では中川と米、ね、そしてリング外では金村と、あしかし金村がうまく、あ椅子を持ってきて、さあダブル一本組織、ダブルのファイルドライバー、しかしカウント2、いやーそしてパワーボム、ただなんだとすごい、ものすごいアングルでヒットしたんですけども、あーうおー顔面、今の顔面蹴り入った、前田明が長所に蹴ってまさにそのシーンを思い浮かべた人も数多いんじゃないでしょうか。あの長州力を眼底骨折長期欠場へ追い込んだ前田の背後からのハイキックを彷彿とさせる池田大輔、さらにミローちゃんボンバーカウント2.9、これはいやーものすごい汗だくだくになってきました、この放送席の脇固めを力でかわした、うわー飛びついて腕ひしぎ、これは決まったか、薄田が腕ひしぎ一発逆転、電光石火の腕ひしぎ112、移動が思わずアップした、おー山崎も入ってくる、大谷さんまで来た、大谷さんまで、大谷さん、池田だ、池田、大谷と池田、黒田もね、本町も入ってきて、あ、この先来た、バトラー対 FM ラブリュー、これもうテントから一人じゃ止められないわ、これもうね、これくっきりとこれ団体が、団体として団体のプライドをかけてね、この FMW バトルで戦うんだという、そういった意思が明確になった試合であります。これね、第5試合でやることじゃないですよ、ちょっとね、これこれメイン、これ休憩前ってこと、黒田も吹き込んできた、一体どうなってしまってるんだこの陸上、これは伊藤さん、コミッショナーとしてはこれどうなんですか、この乱闘、いや後ろからの攻撃が多すぎて危ないですね、急にそんな真面目なこと言われても困っちゃうんですけども、状
ジャドーさん危ない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 ちょっとカメラさんちょっとこれ危ない。あジャドー選手ね熱くなってねみんなすごいことになってますけれどもめちゃくちゃだねいやまさにめちゃくちゃな状態でありますいやこれすごいいやでもね杉田さん、ある種、年末にかけてですね混沌としてきた FMW が今回もこれめちゃくちゃですけれどもただバッターズと FMW というのがこれ明確になってますからあっあーあーあー誰がやってるんですか中川はもう誰ですかねカメラ押さえ切れませんかねうわーもうこれは誰も止められないうわー大谷と屋根が全員がものすごく熱くなっているそこは誰ですかあーそして今放送席の真下にはうわーこれは肘かかってるけどもうナイキの女のお客さんいますもんもうこれねお客さん危ないですねお客さんはちょっと危ないですので離れてほしいかなり危険な状況になりますいや思わずジャドー選手も立ち上がって状況を見ている状況バトラーズ潰しだよバトラーズ潰しバトラーズが今池田大輔が山崎を踏みつけてバトラーズ潰したって言いましたけどバトラーズ元気満々ですよこれ伊藤さんあれ伊藤さんとか言っちゃいましたねこれどうしたあれ状況収集最後に残ってるのが FMW じゃなきゃダメなんだよそうですよねバトラーズが残ってちゃダメなんだよバトラーズが完全に FM のマットを占拠した形になってますですねバトラーズが4人がいやこれはね男の中の男としてもねこれ黙ってられないですねああ大山入っていく大山さん今度本当になっちゃったああ完全にあれ金村とかチームノーリスペクトの面々これ完全にこれ僕ねでもねやられちゃいましたかね大谷池田っていう面あると思ってたんですけどねどうやらそれもなさそうですねフェニックス内でチームねはいはいはい僕大谷池田っていうチーム見たかったけども絶対ありえませんねありえませんねこれで、ま、あれ今マイクを持ってますどこ行ってたんですかいや椅子投げたお客さんがいたんで選手が揉めてたんで止めてきましたうわコミッションの後してあー FMW ファンの皆さんブーイングですよ目を覚ましてくださいこれはあの UFO 小川の名ゼリフじゃないですかバスに何がいいんだよ俺らがバトラーズじゃいやバトラーズじゃという高らかと宣言をしましたこれ上がってくるハゲハゲって呼ばれたら2人とも入ってくるこれは怒るこれは怒りますよでも面白かったですねハゲって言ったら2人同時に上がってきましたよまあそれにしても言ってはいけない一言言ってしまったというねそこまで関係が来てるんですねもうねバトラーズと FMW 今まで友好関係を築いていたのは一体何だったのか本当に間違いないあれあの仲の良かった頃がなんか夢のようでね、はい、おー金村だ金村が入っていや復活して金村がさあそして非道もちょっと収まりつかない状況だこれ伊藤さん なんか収集しないと一生やってますよこの人たちですよこれコミッション側としてどうなんですか伊藤さんこれ止めないと一生このままですよ社長がいやこういう時こそ雑用ばかり頑張らないと、伊藤さんあ今伊藤さんがたまらず席を立った伊藤さんがたまらず席を立って行け何が中途半端なことをしやがって自分の姿鏡で見て仕事のだけやないかボケあーやっぱ熱くなると金村のトークは冴えますねおいおいおいそこにバトラーズのファンはおれへんと思うけどバトラーズのファン目を覚ましてくださいいやマイクでは完全にチームのリスペクトがね一本取りましたねやっぱ金村飛動さすがですわ大谷火山大爆発
これでもノーリスペクトと大家さん一緒に戦っててもなんか不思議な感じですね。まあ一つの外敵から身を守ろうとしてですね、心が宝ずも一つになるという、まあそういった現象なんですよね。でそのチームノーリスペクトは王さんとは折り合い悪いみたいですからね。まあとにかく少なくても今まで去年までのですねチームの編成、そういった概念はですね完全にこれ崩されましたね。ただこれ本当ね、誰か止めに行かないとこれ収拾つきませんよこれ。いや結局伊藤さんがレッツゴー何もできずに帰ってきてしまった形になったんですけれども、いや社長探してきたんです。社長いないですよ。社長いないですか。こんな大事な時に社長もどこ行ってしまったのか。あーこれ終わらないってこれ。まだ行きます。これ最終試合ならいいんですけどね、この後ありますからね。まだこれいくらのペーパービューだって放送枠あるでしょうから。はい、あーあーあーあああ、ちょっとこれは完全にリング上がね戦火に包まれています。まあとにかくお客さん、こういう場合の現場責任者誰なんですか。お客様に怪我がねないようにはそれだけはちょっと心配なんですけれども、あこれはただこれこういう場合本当現場責任者やっぱりこれ機構としては置いとかなきゃいけませんね。そうですね、はい。王さんは結局のところが雑用ばかりだから荷が重いですからね。今ちょっとテッドに対して、テッドに対してね伊藤剛さんが何か要請したようですけれどもね。レフリーがね、はい、あやっと今テッドがレフリーがちゃんとしたいやっていうかこれレフリー一人じゃ無理ですよ。これレフリーを複数置いてね、まあこういったいわゆる混沌とした、乱闘にはですね終止符を打たないと、まあ、本当にこれお客さんに怪我に出ちゃいますからね。まあとにかく血で血を洗うというね、まあそういった構想と言ってもいいでしょう。ちょっとここでね一息ついていただきましょう。 FMW ニュースフラッシュです。ご覧ください。
ノーも金村も俺が変えてやるからよ。昔のウィングの力、お前このセミ二人とも俺がお前ら燃やしとるからよ。はい、ということでですね、改めて、放送席サイドをご紹介しましょう。コメントこんばんは、杉作 J 太郎さんです。今ですね、田中雅人選手のですね、ちょっとプロモーションから、このニュースフラッシュ始まったわけですけれども、いいですねこれ。まあ、とにかく凱旋してから2試合とも秒殺、とにかく強い、この男から皆さんぜひ目を離さないでいただきたい。そして注目のタッグリーグ戦、この田中も誰と組むかまだわからない。この辺りを、今日のメインで何かありますから、これぜひ、しっかりとですね、このブレンバスター最後まで、ご覧いただきたいと思うんですけれども、そして、今回からですね、番組で正式にこの放送席にお呼びしております、伊藤剛さん、そしてジャドーさんです。よろしくお願いいたします。どうも。まあ、選手の立場から、ジャドーさんには解説をしていただきます。そして飛行の、スポークスマンとしてですね、伊藤剛さんをお呼びしているわけですけれども、はい、まあ、実はこのブレンバスターちょっと2ヶ月ぐらいですね、はい、間空いてしまったんで、まあ、試合中もですね、いろいろ語っていただいたんですけれども、この激動の2ヶ月間をですね、まあ、振り返りながら、あの番組の方もですね、進めていきたいと思います。まずはですね、もう一つニュースがあります。先日の1月の6日になりますか、冬季軍が、まあ、正式にその解散という宣言をいたしました。そちらの方の VTR です、どうぞ。1月6日東京後楽園ホールで冬季軍プロモーションの自主興行が行われた。この日のメインは冬季自らが保持する FMW 統一二冠王座に男の中の男大谷がチャレンジする一戦がラインナップされた。前日のトーナメントで敗れている大谷はタイトル奪取でその穴を埋めようと攻め込むが、ホームゲームでの負けが許されない冬季は猛攻の数々をしのぎきり、なかなか大谷にペースを握らせない。結局最後は秘密兵器のグラウンドマンジで冬季が大谷を下し初防衛を果たした。試合後冬季は前日の予告通り今後についてこう語った。冬季プロモーションができて2年間長らくありがとうございました。本日をもちまして自主興行を停止させて思います。これからは今までの目標通り気候の一列座となりインディー統一目指して頑張ります。よろしく声援のほどお願いします。この発言を受けたジャドーと伊藤剛も予想通りの行動に移った。悪いですけど今日をもって俺ら二人冬季軍プロモーション並びにチームのリスペクトをやめさせてもらいます。まあ、これで筋は通したと思うんで、それじゃあ。ここまで一枚岩を誇ってきたチームノーリスペクトは新たな局面に差し掛かった。はい、ということでですね、その冬季軍の、まあ、あの最後の興行でも、この二方が正式に、まあ、チームノーリスペクトから、を辞めますという宣言がありました。ということで、お二人は今回はこれ気候のお二人ということで正式にここで、紹介させていただいてよろしいですよね。はい、はい、ということになりましたので、そのあたりはですね、この2ヶ月間をですね、2ヶ月ぶりのブレンバスターご覧になる方は、今回は気候の方としてですねお呼びしてますので、真面目になったことでですね、完全に今までの悪行をこれからね、態度で生産していただくと。僕はまだ信用してませんけど。あ、そうですか。いうふうに申しておりますのでですね、そのあたりしっかりと皆さんもですねチェックしながら態度で示してもらわないと、はい、見ていただきたい。絶対クビにしますよこの人だけは。っといやまだまだこんなこと言ってますけれどもね、さてですね、実はまあこの二方がフォロイツ機構に参加したいきさつも含めてですね、実はとこの今年からですね10周年ということもありまして、 FMW の機構がですねやはりその母体を強化しなければいけないということで、いろいろな出来事がありました。そのあたりをまとめてあります。ご覧ください。
昨年8月より FMW はこれまでの単なるプロレス団体から統一機構という新しい形の組織に進化を遂げた。ニューシステムとしてスタートを切った機構は昨年末にかけて横浜でのスーパーライブやオーバーザトップトーナメントなどビッグショーを仕掛け成功を収めた。さらなる完璧な組織作りを目指す新井コミッショナーは様々な手立てを模索する。そんな中今年に入りノーリスペクトを離脱した邪道伊藤剛がこれまでの非礼を浴びて機構へのフロントとしての参加を希望。さらにこれまで別組織の人間であった笛木たちも正式に機構の傘下に入ることが明らかにされた。マッチメイク権や他団体の参戦形式などこれまでにない厳しい政策が打ち出された。そんな機構のあり方にまずリクエストを投げつけたのは大阪でハヤブサとのタッグをマッチメイクされた田中であった。だから機構にはもっとハヤブサと戦うそういう場所を提供してほしいと思います。みんなハヤブサと戦いたいと思ってるかもしれへんけど、どこででもいい。俺は戦いたい。タッグでもシングルでも何でもいい。それだけです。 FMW 認定二冠統一選手権試合。さらに機構に対しもっと強烈なリアクションを見せたのが二冠王者冬木であった。フロンティアナショナルアーツレスリング株式会社見せろよ。いきなり2度目の防衛戦を組んだ機構に対し怒り爆発の冬木は久々の理不尽ファイトで池田を下す。ふざけんじゃねえっつうのこの野郎。誰これ試合組んだのこの野郎。お前このところ俺はまとめ試合さんがねえだこの野郎。俺にお前チャンスしてほしかったらお前チャンスした場所でチャンスカードくれっつうのこの野郎。俺ちゃんと教えてやがなこの野郎。誰にも教えねえだお前組合のカードだけ試したらこの野郎勝手にお前チャンピオン万事じゃねえぞこの野郎。聞こうぞお前ああいうタイプになったらお前最後までお前もこういう試合やってやるかこの野郎お前な。そしてもう一つ機構の動きを受けて新しい波が起こった。これまで有効路線を歩んでいた FMW とバトラーズであったが規約の改正に伴い団体対抗戦へとシフトチェンジする。これがこれまで友として歩んできた者たちなのだろうか。殺伐とした乱闘が果てしなく続く。さまざまな実験を重ねより完璧により強力に進化を果たしつつある統一機構。世紀末を迎えカオス状態を深める現在 FMW は一体どこを目指すのだろうか。はい、ということでですね、いわゆる統一機構が強大なる権力を、誇示してですね、というか振るってですね、この FMW10 周年を運営していこうという明確な意思表示があったということですけれども、まあ
それに伴って選手側からもいろいろまあなんていうんですかね、摩擦といいましょうか、そういったものも出てきているような、伊藤さんね、やっぱりそういった急激な変化といいましょうか、はい、その辺でだいぶ選手間にもいろいろと不満といいましょうかね、そうですね、出てるようですけれども、ただ単純にですね、コミッショナーが言うのには、うん、はい、一番ね強いのエースをね、お前らの自分たちで決めろっていうことを言ってるだけなんですよ。あ、なるほど、だから別にそれが山崎であってもいいわけですし、はい、はあはあ、勝てば結果を残せば、なるほどね、とりあえず結果を残したから偉いことを言えと、うん、そういうことじゃないですかね、まあ、あくまでも当然立場はニュートラルな立場でね、はい、きっちりと待ちめっこしていこうということですからね。さて、じゃあその辺も踏まえてですね、次の、セミファイナル、そしてメインイベントをじっくりとご覧いただきましょう。これは楽しみだ。はい、さあセミファイナルです。まずは青コーナーから保坂秀樹、ミスターガンノスケの入場、対するは大谷久勝、はやぶさのタッグです。杉崎さん、はい、実はこのセミファイナルタッグマッチなんですけれども、次のですね3月17日室蘭から開催されますタッグリーグ戦、このタッグ共に参加は有力ではないかとこういうふうに実は思われているんですけれども、はやぶさ大谷ってでもどうですかね、そこが微妙なところなんですよね、まあ、あとはやぶさがこのメインイベントじゃない試合に出てくるのがちょっと僕楽しみですね、はい、垂れ幕もねすごい小さいんですよ今日、はやぶさの垂れ幕、はやぶさの垂れ幕、リッキー富士の2つ合わせたのの、ええ、10分の1ぐらいの大きさしかないんですよそうなんですね、リッキー富士の10分の1の垂れ幕ですからね、ちょっとはやぶさがそのあたりね、まあ、もちろん人気が落ちてきているとは言いませんけれども、ちょっと勢いが今年はね感じられないんですよね、おまけに今日怪我してるんですよね、ああ、なるほど、その後そのあたりで満足のファイトができるかどうかというのもね微妙なところですね、すいません、ちょっとコミッショナーが呼んでるらしいので、ちょっと行ってきます。あ、今コミッショナーから呼んでるらしいんです、ああ、なるほど、あ、なんか今雑用が伊藤さんはねどうやら本業の方に、いやいや、もう雑用係がね、こんなとこ座ってること自体がなるほどね、はい、もう本当は僕らにこうお茶とか持ってくるべきなんじゃないですか今までのね、はい、お詫びということね、そのぐらいの気持ちあってもいいかなということですからね。さあいよいよはやぶさの入場でありますが、とにかくその動向が非常に注目されます。タッグリーグ戦のパートナーは、はやぶさのパートナーは果たして誰なんでしょうか、リッキー富士なのか、あるいはこの大谷久勝なんでしょうか。まあもちろん大谷とはやぶさっていうのはこれね、オーバーズトップで揉めに揉めた2人ですから、これは得はないと思いますけど、やっぱりそうですよね。ただね、大体これ今日試合ちゃんと試合になるかどうかも心配ですよ、相手も相手だし、そうですね。しかしね、杉田さん、選択肢が実はもうこれ大谷さんぐらいしかね残ってないんですよ。あ、だから大谷さんに振られると、はい、大谷さんに断られちゃうと、はやぶさは試合に出れなくなるかもしれないってことですか。エントリーなしというふうに判断される可能性もありますよ。これはただね、これ FMW の最強タッグ決定戦ですから、はやぶさが出ないってことはこれありえないと思いますけどもね。必ず誰かと組んで参加は当然するんでしょうけれども、まあ、いかんせんこのタッグチームは自己申告制ですから、その期限が今日ということでね、まあとにかくもうこれ誰もいなきゃもう誰でもいいからっていうことでエントリーしてくるとは思いますよ。大マッチ45分一本勝負を行います。これは楽しみな試合です。フリー200分ドーン大阪秀樹。さあその形相もすっかりテロリストのある厳しい形相に変わりました。ミスターガンノスケ、わあ、変なお辞儀、拝んで今拝むかと思ったらですね、男の中の男、口で言えないポーズになって、大谷久勝、さあ今
懐の中の男というコールがありました。大谷同じく第65代アジアタッグ選手権者200ドーンハイヤーブサー。ハイヤブサ首が痛いんですよ今日。まあ、あのアジアタックでもですね、激闘の末にベルトを取りましたのでね、この首にほら張ってるでしょ。そうですね、僕先ほどちょっとねあの、はい、取材したんですけど、もう全く喋るのももう支障があるような感じで。なるほど。あ、これどうでしょう、ああいうあのいわゆるテーピングなんかをしてるとですね、このガンノスケ補佐官、まあ、いわばテロリスト集団ですから、当然相手の弱点を狙ってくるということは考えられますからね。かわいそうすぎますね、はい。今ハヤブサと大谷はどうやらきちんとですねタッグとして、うん、なんか、うん、どうしやっぱりさすが、まあ男の中の男ですから、さすが大谷さんですね、うん、やっぱりね、それはさらりと水に流してますよ、ね、オーバーザトップを割ってもうしっかりとね過去のことということで清算してますよ、気持ちの中ではね。大谷さんは、なんかもう去年あたりから3回りぐらい大きくなりましたね、はい、やっぱりね人間としてのこの度量のね懐の深さがね違いますね、はい、これやっぱり早押さ大谷いい組み合わせかもしれませんね。可能性としては出てきたでしょ今ので、はい、出てきました。ジャドーさんはあのタッグのエントリーってのはこれどう見てらっしゃるんですか、特に早押さのパートナーっていう意味では。初めてのあれだからね、早押さが出て優勝しなきゃ しょうがないって自分ではそう思ってんじゃないの、自分が優勝しなきゃしょうがないってね、だけど相手がいないからね、組む相手、ね、これでもあの相手いないからって、ハヤブサがノーエントリーなんてことになると、これ聞こうとしても困るでしょう。うん、そうだね。で、ハヤブサ自身もやっぱ困ってんじゃないの、やっぱりそれは。まあ、何せ下手な相手組んだって優勝できるわけないんだしね、はい、うん。その辺が微妙ですよね。それは聞こう側からこう何かこうアドバイスするってことはありえないですか。それは本人決めることでしょ、やっぱり。はあ、これ厳しいですね。厳しいですね。まあ、意外とほら、リーダーと。ハヤブサとかあるかもしれませんよ。これは面白いんじゃないですか。あるかもしれません。あるとしたらハヤブサだってエントリーしないってことはこれ多分ありえないですから、ひょっとしたら気候側からですねタッグパートに当てがっちゃう可能性だとありますよ、さあしかしここまではどうやらこれ大谷さんとの関係は修復されてるんですねというね感じでちょっと一安心してるんですけど私も、うん、さあそういった意味ではこのガンノスケ補佐官のタッグっていうのはかなり、まあ、濃厚ですから、うん、それでますとやはり大谷ハヤブサ補佐官はもう本当にイメチェンしましたね、はい、全然違いますね、なんか知ってる補佐官と佐藤選手にも聞きたいんですけども、補佐官は顔つきから何から全て本当に今年に入ってガラッと変わりましたね。そうですね、まあ、本来の味が出たというか、これがやっぱり合ってるってことはやっぱ合ってますか、こういういいんじゃないでしょうね。やっぱこうアウトローなね世界でこうなんかこう一匹狼的な世界でこう自分を磨いていくみたいな、今まで変なあのテクニシャンぶり見せてたけど、器用貧乏みたいなことになっちゃったからね、結局はこういうスタイルの方が自分合ってんじゃないのかな。なるほどね、下手にいろいろなことできますからね、この体で補佐官ってのは。そうですね、はい、そのあたりが、まあ、さあ、ロープに振ってこのスタイル、いわゆるイメージチェンジでですね完全に吹っ切れた感がいります、補佐官。さあ、おお、早見さんがまずは打点の高いドロップキックで補佐官を場外へ落としていく。おお、あ、首痛そうですね。ちょっと首痛そうにしましたけども、でもなかなか動きはここまではいい、あんまり長くならない方がいいと思いますね、はい、試合は。あ、そうですね、さあ短期決戦をハヤブサは考えているかもしれません。意外と仕掛けはこれ早いかもしれませんよ。さあ手4つを組もうというところ、長官が走るが、うん、これはまともにはいかない。さあガンノスケがやっぱり不気味ですよね今。まあ何せですね先日博多でですね、ハヤブサをこれジャドーさんね、あの、はい、完璧にピンフォールしましたね、ガンノスケが。ああ、そうですね、完膚なきまでに
こう早本のですね息の根を止めるような試合だったんですよ実は、まあ、あれはですね私あのいわゆるシングルマッチでですね、何度も早本の試合を見てるんですけれども早本が、そんだけやられるってことは久々でいかない、そうなんですよね、まあ、博多このプロレスファンのそれやっぱり雁之助の実力が走りましたが、すごかったってことなんだろうけど、もう本当にすっかり怪我のブランクは取り戻していて、なおかつですね一時はその、まあ、いわゆる修行間近の時はですね比較的動きはおとなしかったんですけれども、すっかりこれは何かこのとても弘法大師様のお告げとは思えないような行動が最近出てきまして、悪に魂を売ったかな。でも雁之助は勢いはすごいあるよね、はい、ありますね、時代の流れはもう雁之助に向いてるからね、はは、まあ気候にいる邪道さんがそうおっしゃるんですから、相当これは伝わってくるものもあるんでしょう、流れはすごいもの持ってるよね雁之助は。さあその雁之助を大家が捉える、さらに早草が、おお、いい連携、いい連携だ、どうですか杉田さん、大家と早草の連携美しすぎる、ぴったり美しい、ぴったり息が合ってますよ。さあこれはそうしますといわゆる総当たりのタッグリーグ戦の前哨戦かもしれませんよ、ですね、このタッグ早草、大家、そして保坂雁之助、かなり硬そうですけどもね、これね、ですけど、はい、でもじゃあどうさん、今のところいいコンビネーションしてますね、そうですね、ジャドさんどうなんですか、雁之助さんたちはチームには関係ないんですよね、まあそうですね、所属はないですね、はい、チームは、はい、所属チームないんですよね、ないですね、ただね杉田さん、もうここ1、2ヶ月の FNW 見てますと、これチームは、ね、そうそう、完全に形骸化します、僕もね今それを聞きたかったんですけどね、はい、チームっていうのがもう合ってないようなもんにね、なってしまってます、はい、となると以前このチーム性を敷いたのは新井コミッショナーですよね、はい、やはりコミッショナー側から何らかのそろそろそうですねあるんでしょうか、まあそのあたりは逆にジャドーさんにもお聞きしたいんですけど、チームってのはこれ今後どういう方向になっていくんですかね、いや流れは全く分かんないですね僕にも、それはジャドーさんにも分かんないですか、はい、まあ完全にはっきり言いましてフェニックスはねもうなんか合ってないような状況になってますね、困りますね、まあ、幸い大家さんと早草さんこうやって仲直りしてますんで、じゃあ僕が買ったフェニックス T シャツも値段高くつきますかね、もうかなりプレミアレアグッズに突入するかもしれませんよ、あ今もうこれすぐに会場行って買っといた方がいいチーム T シャツいっぱいあるかもしれませんね、ノーリスペクトのもあるといいですけどね、まあ、かろうじてノーリスペクトはまだですねチームとしてまとまりを見せていますけれども、まあそれでもそうですか、まあでも実際まあチームというのがあるにせよないにせよとりあえず今はもうそういうのはもう関係なく戦っているという状況ですね、はい、ほんでチームに以前は少し力があったのが、はい、コミッショナー側の力が強化されてきているっていうことですね、そうですね、完全にコミッショナー主体の NW の統一機構主体の興行であり町名権でありということになりますので、それは悪いことでは本当にないと思いますね、ジャドー選手ね、はい、選手側からしてですね完全にマッチメイクを、もちろんチャンピオンだろうが何だろうがですね完全にマッチメイクをですねある種中央集権にすると、要するに新井コミッショナーの思うままのマッチメイクを選手側は強いられるわけですよね、はい、この辺りならどうなんでしょうか選手側の心理としては、でもやっぱりそれに従わなきゃしょうがないですからね、まあ、もちろんそうですね、はい、それで文句言ってるようじゃダメでしょ、なるほど、与えられた仕事はやっぱり自分なりに、ね、消化しないと、うん、まあ、それはその通りですね、もちろんね、マッチメイクもこれまでも当然その機構側の、ね、判断で決められてたわけですけれども、はっきり言ってそれにいわゆるそのなんていうんですかね、意見もなかなかと通りづらい状況に今なっているとこういう部分で、まあ、先ほども VTR にもありましたけども、田中、それから冬木あたりがですねかなり、難色と言いましょうか異議を申し立てているという部分もあるんですよね、まあ、でもその不満が出てね、はい、試合にいい方面に出てくればいいんだけどね、逆にそういった狙いもあるのかもしれませんね、まあ、当然注目されるのはその田中の凱旋によってですねこれエースの座も脅かされている早草が今度は田中と早草のいわゆる主権争いみたいなのもですね別の軸で出てきてますんで、この辺りも今後、まあ、飛
高のマッチメイクの見せ所かなというね、実は気がしてるんですけどもね。いつこの早草と田中がまたあのシングルマッチで激突するのかというのも非常に楽しみになってきました。さあどうやら雁之助穂坂組が早草の首狙いということになってきましたね。あれちょっとまずいんですよ本当に、あ本当にね死ぬかと思ったって言ってましたから。あそうですか、試合でこれ怪我したんですもんね。まあ先日あの今シリーズ中にこれ、まあ、徐々におそらくダメージが蓄積していったんだろうと思うんですけれども、さあその首を徹底的に攻め込んでいこうという雁之助穂坂であります。うわあ穂坂の重量感たっぷりのエルボー。穂坂はこうやって見てみると本当日本人離れしてますよね、体格もあのスタイル的にも。そうなんですよね、本当にあの世界で通用する体の持ち主ですよ、ですね、まあ、あのちょっと全然ケースは違いますけど、はい、あの田中同様、はい、穂坂もなんかもちょっと面白いかもしれませんね、アメリカ行って戻ってくると。あ穂坂が ECW あたりでですね、ああいったファイトを身につけてくるってのはこれは面白くなってくるんじゃないですかね。さあそういった選手の海外遠征なんかも当然機構側でやられていくことになりますね。管理の一環じゃないですかそれは。どうですか穂坂 ECW 行きなんてのはなかなかいいんじゃないですか。結構いいかもしれないですね、さあ、あっと穂坂が力に任せて、ちょっと早草の動きがやっぱり杉作さん言われた通り前半だけでピタッと止まっちゃいましたね。長くなると心配だなと思ってたんですよ。 あとあの垂れ幕が少なかったんでね、あ垂れ幕が小さいんでちょっと気持ちの上で動揺が、お客さんもちょっと早草はね応援する気持ちをこう形で見せてもらいたいですよね。なるほどね、ここで僕が応援するわけにいかないですから、あのこうなんか旗持ってくるなり、はい、なんかあのリッキーさんが試合前にやってるあのカードですか、はい、あの持ってくるなりして。なるほど、まあそのあたりどうなんでしょうか、はやぶさ人気という意味ではね、まあ、もちろんこれ垂れ幕がちょっと今日はたまたま少ないっていうだけでそういったことを図るのはどうかと思うんですけれども、いや人気はナンバーワンでしょう、それは間違いないですよね、もちろん今もねはやぶさ改正っていう声援が黄色い声も含めてどーっと湧き上がりましたんで、まあ期待が大きいだけにね、この10周年という節目でもありますし、かなり本人もこれプレッシャーっていうのもあるでしょうし ね、 そうですね、はい、だから本当怪我なんかしてる場合じゃないんですけどね。そうなんですよね、だからそういう時に限ってうわ危ない、徹底的にハヤブサの首を狙っていく、かなり厳しい状況に追い込まれましたハヤブサ。次のタッグリーグ戦は何月何日開幕でしたっけ、これはですね3月17日北海道室蘭からスタートということになりますね。もうそこまで来てますよね、はい、あとこれ先ほども VTR 出ましたけども今日含めて19日間しかありません。じゃあ本当あの今怪我したりしたら損ですよ、はい、さあ大谷がたまらず出てきました。まあタッグリーグ戦エントリーの中ではこの実は大谷もですね誰と組むのかなというのがちょっと焦点になっていたんですけれども、どうやらこのはやぶさ大谷タッグというのが濃厚になってきました。さあおー逆さを抑え込み、この当たりはうまいが、わーこれを脇固めで返していく、さすが大谷久勝、まさにあり地獄的なねこのテクニシャンであります。さあ DDT でここまでは大谷のロカイなテクニックが光っている。このマンジは雁之助をカットしていく。失礼しました。タッグリーグ戦のリーグ戦自体は、はい、20日の岐阜からですね。はい、タッグリーグ戦本戦はシリーズはですね17日のあのフロランから入るんですけど。おーさあ早草が復活したか。さあフランケンシュタインで雁之助を場外へ飛ばしていく。さあそしてサーディングから、見れるか、さあ首の怪我は大丈夫か。ラーケブラーダを見張っていく。おお美しい、ビューティフルですねこれ。いや高さといい飛距離といい形といいですね。ま
とにかくハヤブサのケブラーダほど綺麗なものはありませんね。これ現代プロレス界スポーツ界最高峰の技ですね。芸術品ですね、さあさらに、おお自ら痛めている首はちょっと心配ですが、さあ流れるような空中殺法でガンノスケを捉えていくか。まあしかしガンノスケもまだまだこれスタミナ温存しています。ここから一気に攻めたいんですが、今のこれジャドさんね、ガンノスケの勢いですとガンノスケからこれ3カウント奪ったのは容易なことじゃないですよね。難しいでしょうねこれは。はい、さあそして大谷、この大谷もあのオーバードトップ勢いからいったらこれ大谷が誰もがねオーバードトップ優勝するんじゃないかなんていうことは言われましたけれども、やっぱりガンノスケがこれカップを持っていった、その辺りの自力って言いましょうか、実力って言いましょうか、やっぱりガンノスケすごいなというのをね改めて実感したあのトーナメントだったわけですよね。ただまあ大谷さんの場合は年末をいい形で締めましたんで、はい、はい、あれで、ああ円錐、あれで大谷さん的にはもうかなり、うん、ジャーマー見事な人間ブリッジ。おっと大谷さんのジャーマンは綺麗なんですよね、決まるんですよね、見事ですね。どうですかジャドーさん、今の大谷のジャーマン素晴らしいブリッジでしたね、はい、さあそしてハヤブサもどうやら息を吹き返してきたようです。さあ出ますか出ますか、これはファイアーワードいきますかね。ああ、保坂が、うわ、保坂がここで入ってくる、邪魔しなくてももう、とにかく保坂とガンノスケがですねこれ悪の連携、鉄の連携を見せています。これはあの今まで悪といえばですねチームノーリスペクトの代名詞だったんですけれども、どうでしょうかこのところ、これチームノーリスペクトは、ええ、あの冬木さんも僕は以前からそう思ってましたけど、はい、そんなに悪い人たちじゃないですよ。そうなんですよね、チームノーリスペクトって悪かったのは、ええ、伊藤さんだけです。そうなんですよ、ただその伊藤さんは改心してこういった形になって、ええ、いい人になったらしいですから、そうしますといわゆるチームノーリスペクトっていうのはこれ、今は悪くないんですよ、今は全然これ実力者集団、ストロングスタイルの集団っていうことは言えますんで、ある意味このヒール的な動きっていうのはこのどうでしょう、このガンノスケ率いるですねこのなんていう軍団なのかわからないんですけれども、これ軍団名はまだ発表ないんですか。いや、あの軍団として成立もしてないと思うんですけども、なんとなく一緒にやってるっていう悪者軍団って感じはしますよね、うん、まああの黒を基調にですねコスチュームもまあたまたまこれね揃えられてますし、うわここであわや寝半、あーあー寝半だ寝半、危ない危ない、あーっと寝半だ寝半だ、危ない、いや危なかった危なかった、ハヤブサダメージが気になりますねこれ、あさあ今度はガンノスケに円錐、いいコンビだな、さらにアッパーで焦点を食らって当てておいてライガーボムはカウント2、タイガードライバー、さあ大谷が大谷のカットがかなりこれ功を奏して、どうやらハヤブサそして大谷のタッグが息を吹き返してきました。さあハヤブサとプレアプだ、ファイヤーバード 100%、 120% ヒット、ちょっと大谷さんがね保坂を止めきれませんでした。もう人間が体で表現することのもう一番美しい形がここにありますよね、本当にもうはやぶさ、ええ、さあはやぶさしかし自らの技をかけたんですけれども、ちょっとまだ首が痛そう、あもう一回行け、もう一回行けというね、さあ大谷の男気、男の中の男が、さあ、あれいや今のは人間違い、えいやちょっと間違い、あれちょっと待って、ちょっと待ってください、あれあれちょっと待ってくださいよ、ちょっと待て、あおいおい、すごい待って、はやぶさの首がぐにゃっと曲がって、大谷さんどうしたのこれ、大谷が寝返ったんですか、あーちょっと待ってください、おい男の中の男、そりゃないぜ、おい、ちょっとなんだよこれ、最も卑劣だ、オンザロックだったのに変身した、おいこれな、これはないでしょ、もう二度と君に言うことはないだろうという、あまりにも卑怯な手を使って寝返ったのか、かわ
一体。え、邪道さんもびっくりですか、これ。どういうことなの、これ言ったら。あー、そうです。え、冬木だ、冬木だ。冬木が入ってきた。あれ、冬木が、やれやれ、冬木がなんと、やれ、あ、大谷にも、そして、ガンドスケにも、あ、これ、ハヤブサに、お、助けたのは冬木、ね、そうなんだよ、だからね、冬木さんは間違ったことは前から言ってないんですよね。だからそういう意味で言うと、この2人ってのは目あるよ。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。冬木、ハヤブサ組ですか。まあ、それはちょっと早急ですけど。それはないとは思うんですけどね。いやいや、でも考えとしては大いにあり得る話だと僕は思いますけどね。いや、今の状況だけ見ますと、これ、これ明らかに冬木さんが助けに入ったとしか見えませんけれども。聞いてみましょう。エルダ、このままじゃエルダにダメだぞ。俺たち2人で力を合わせてアジタに逃すよ。いいぞいいぞ、エルダやるぞ。早見さん、握手してくれ。握手してくれ、早見さん。なんと右手を差し出したのは冬木工房だ。早見さん、握手しろ、握手しろ。数々の遺恨、早見さんの脳裏、それを制作する。いやー、この絵が見たかった。これまでの遺恨は全て吹き飛ばした。握手がっちりと、そして抱き合う冬木工房と早見さんであります。早見さん泣いてんじゃないですか。孤立無援の早見さんに手を差し伸べたのは、なんと冬木工房のこの人でありました。冬木さん、ありがとうございます。俺ここにね、皆さんのおかげでこれからも人のことを信じていきます。タッグリーグよろしくお願いします。あれ、いやー、杉作さん、いやー、はやぶさのタッグパートナーは冬木ですか。これ、これはちょっと待って、あの、ジャノ、ジャノ選手、あの、これまだ強いチームできちゃったね、これで。これ間違いなく2人で出るってことですって、いいですよね、これね。ああ、もう決定でしょ。これ、おそらくこれ、あとは手続きを、これギリギリエントリーですよ。機構が手続きすればいいだけですのでね。いやー、驚きました。なんとなんと、ゴールデンタッグ、ただ結成、いろいろあるみたいですね。現時点での FMW のこれ最強タッグと言っていいんじゃないですか。ただちょっといろいろあるみたいですね。今その2人を見てるリッキーさんの目がなんかこう、鋭い目つきになってましたよ。リッキーさんの立場、これまた微妙ですもんね。リッキーさんにしてみると、ちょっと今もうね、ちょっとざわざわしてる、この、で、まあ、会場内が収まりません。はい、だってね、優勝できるわけないんだし。黒田、鉄平のね、あの、シーリーは誰もしてなかったと思いますけど、ええ、あっておかしくはないですよ。僕はこの2人がやっぱり仲良くなってもらいたかったですから。なるほどね。まあ、そのあたりの杉作さんの気持ちに代弁されるように、ファンの気持ちが、今実際に実現になったと、ね、いう局面もありますね。まあ本当なんかすごく夢のような、こう僕もちょっと目頭が熱くなりましたね。だってあの前二冠王者と現二冠王者のタッグですよ。これはもうちょっと叶うタッグはいないんじゃないかと思うんですが、ですが、そうですね、この連中がいますから、黒田、そして田中、この2人がいますからね。ジャドさん、はい、これ黒田と佐々木のタッグっていうのもまだ正式には何のまだ正式じゃないですよ、されてないんですよね、はい、そうしますと田中と黒田が組む可能性もあるんですよね、これね。そうですね、あるかもしれないですね。これね、まあ、黒田は黒田拒否してるじゃないですか、ここがそこなんですよね。ひょっとしたらこの試合で2人の気持ちがガツッとジグソーパネルが完成するようにですね、最後のワンピーススポット、まあ、田中が、ね、気持ちの中に入るかもしれませんよ。田中がグーの音も出ないほど黒田を潰せば可能性あるんじゃないですか。あ、逆に、うん、なるほど。
力で、ここでパンに乗して力でねじ伏せる、そしてタッグを組ませるんですね、それはあり得るんじゃないですか。なるほどなるほど。さあ凱旋以降破竹の一撃勢いで勝ち続けています、田中将人。先日の大阪ではハヤブサに完全と公然と牙を抜きました。もうハヤブサ田中2大エース、ハヤブサの下ではない、俺が天下を取る。 FMW は FMW の99でこのマットを制するのは田中将人、この俺だと高々と宣言したわけであります。その田中がまずは大一番タッグリーグ戦に臨むパートナーに指名しているのが今日対戦する黒田哲弘。この2人は果たしてタッグパートナーとしてタッグリーグに参加するんでしょうか。まずは両者椅子を持ってのチャンバラ状態から、うわーラリアット、いやーしかしこれ選手の邪道さんと聞きますけれども、メインで出る選手黒田田中はですね、先ほどのはやぶさと風紀がタッグをどうやら組みそうだっていう情報っていうのはインプットされてますかね。これいやちゃんと分かってるんじゃないですか。分かってますかね。もう違っちゃった。黒田のあー流血ですか。うわー流血ですね。さあお互いがラリアットをかわしながら、うわードロップキック、すごいスパートをかけてきています。うわースピーディーな攻防、うわーこの二人はやっぱりね、すごいよ、見せますね、これ一つ一つの攻防がね、見応え十分のシングルマッチ、今日のメインイベント。まあ再三申し上げている通り、この今日のメインを張っているのはこの田中と黒田ということでね、これある種この99年のスタートを象徴するようなメインイベントと言っていいでしょうけれども、まあ、だからこのね、はい、このカードが納得のメインイベントになってしまっているのが、はい、先ほどの冬木さんの言った早間さん、このままでいいのかなるほど、ね、はい、まあ、先ほどもあ今重大ニュースが決まりました、はい、次のタッグリーグ戦なんですけど、はい、正式にハヤブサ冬木組でいくとエントリーしました、あと、はい、ガンノスケは大谷、ガンノスケは大谷ですか、はい、あと保坂はレザー、保坂はレザー、はい、で、さっきの下藤選手ですけど中川と組んで出るということで、兄弟は中川ですか、はい、今正式に社長エントリーありましたか、アライコミッショナーにエントリーありました、そうしますと有力選手で残っているのは今リング上の黒田、田中ということですかね、はい、あとですね、別で、はい、コミッショナーの方からバトラーズに対して、はい、カードを上げてるからエントリーしろと、タッグリーグの方に、はい、そうしますと例えば、池田、宇佐田とか、はい、そのあたりがひょっとしたらエントリーしてくるかもしれないということですかね、ひょっとしたらあの石川社長とか出たりしますよ。そのぐらいF バトラーとこれ FMW の放送っていうのは先ほどの生臭さがですね伝わってきましたから、ね、アレクも来ますかね。アレク来るかもしれませんね。それだと市原力組のエントリーがあったんですけど、はい、これはやっぱし社長却下です。あれ却下、却下です。これはきついはあ、そうします。これリッキーさんはエントリーせずということですかね。されずですね。はあ、でちょうどこれで全部でバトラーズで7枠だからあと残り1組になりましたね。あ、1組、はい、あ、杉作さん、そうすると1組ってことはですよ、これ田中と黒田が組まない限りはこの2人両方ともタッグにエントリーできないですよ。だから黒田、佐々木とあと田中と誰か他の人がタッグを組むって、で両方エントリーするってことできないってことですかね。でも8組じゃなきゃいけないってことはないんでしょ。いや8組で、枠は8組です。 あ、そうですか、決定ですか、はい、あ、そうしますとこれね、ただね、先ほど僕ジャド選手になぜ聞いたかっていうと、2人は冬木とはやぶさがタッグを今結成した情報っていうのは多分ね知ってる、まあ、もし インプットされているんであれば、うん、それに対抗するタッグ、これはその黒だとしたらですね、佐々木と組むのも当然佐々木いいですけれども、うん、やっぱり田中と組んだのはこれ近道じゃないかっていう頭あると思うんですよね。もう今2人すでに、要は現時点で田中のパートナーにいないわけですよ、はい、黒田は佐々木を、はい、希望してるわけですから。なるほどね。ということは田中がもし黒田が組まない場合は田中の出場はないということですね。そういうことになりますね、はい、
これはでもそうなるともう2人とも今それが織り込み済みなんであるとするならばですよ、はい、黒田にしてみたら、はい、このままコンビ組んだら、はい、今の状況雰囲気からすると、うん、田中がタッグのリーダーってことになっちゃいますから。あ、なるほど。もう是が非でもこの試合は勝とうと思ってると思いますよ黒田は。あ、黒田は勝ってなおかつそりゃタッグのもうリーダー権を田中には渡してもらえると思いますよ黒田は。黒田だって田中の下にはつきたくないですから。そうですよね。あ、そう考えるとやっぱ黒田はまだ佐々木と組んでた方が黒田としのしての主張はしやすいっていうのはありますね。田中を抜く可能性ありますからね、うん、あとです一つ、あと札幌で正式にガンつけたい冬季の二冠統一戦も決定しました。決定ですか、はい、なるほど。札幌でいやしかしこれ先ほども実はちょっと邪道さんにも聞いたんですけど完全に今チームが完全にこう形骸化していると、はい、今後果たしてどうなっていくのかというねこのチームの枠組みとかあるいは FM のマットっていうのはどういう形で展開していくのかっていうのがね非常にこれわからないんですけどもある種この次の総当たりのタッグリーグ戦で何かこうちょっと答えが出てきそうだなっていう気もするんですよね。詳しいことは今週の月曜日に記者会見で全部発表するらしいんで。あ、そうですか、はい、まあそれにしても火曜日のスポーツ新聞ですね、はい、そうですね。ぜひ注目したいですね。エントリータッグは全てそこで発表されるということでよろしいですね。そうです、はい、さあ残る一枠どうなるんでしょうか。この田中と黒田試合を通して通じ合えば電撃的に参戦とこういうことは十分に考えられます。まあ、ただこの今ね、はい、向こう気の強い黒田がね田中の下には掴んでしょうね。黒田のセコンドにはじっくりと、まあ今かなり動きの良くなってきている佐々木がですね戦況を見守っています。かといって田中が黒田の下につくなんてことはありえませんからね。そうなんですよね、はい、今もう田中のポリシーからして、うん、まあ佐々木としてはこれ黒田と一緒にエントリーしてですね佐々木ここにありというかそういうところアピールする大チャンス、大きなチャンスになりますね。この2人は今ね放っておけばどん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 伸びていく2人ですからその2人が組むっていうのがこれが果たしてタッグチームとしていいことなのかっていうのは僕はちょっと思いますね。田中と黒田ですね、はい、まあしかし伊藤さんね、はい、冬木とはやぶさってこれ元2冠チャンピオンと現2冠チャンピオンのタッグ。そうですね、まあ、現状、まあ、ニュートラルに見ると最強と言っていいですよね、はい、お互い認め合ってますからねこの2人は、はい、実はその邪道さんがね、はい、リスペクトをやめると言った時に、はい、割と前から冬木とはやぶさっていうのはこう通じてる部分があって、 はい、そこにちょっと不信感があったみたいな発言もありましたけれどもね、はい、やっここへ来てなんかはっきりした形になってね、はい、こういう形でこうなんかまあ身を結ぶと言いましょうかね。おー三角飛び式のラリアット見事。リーダーやっぱ下藤選手は中川さんと組むらしいですね。うわーすごい弾丸弾丸トペ巨体があの勢いでものすごい G がかかっています。黒田がちょっとグロッキー険しい表情が今カメラを捉えました。まあ、中川と下道が組むということで、そうですね、邪道さんにもその辺一言言いたいですけど、はい、どうですか。どうなんでしょうね、まあ、もうチームのリスペクトやめたわけだし、はい、どんなかよく分かんないけど、うん、でも興味があるのはあれですね、冬木選手と早草選手が組んだ時点で、はい、他のノーギスペクトのメンバーはどう思うかでしょうね。それを良しとしてフェニックスと TLR が合体してやるのか。ああ、そういうことになりますよね。それは伊藤さんフェニックスのメンバーもじゃないですか。まあリッキー選手と市原選手は何も考えてないですからね。さあ黒田が得意のベン・ジョンソン級のリッキー様さっきに怖い顔してたんですよ。お2人なんかスタートコール、お客さんのスタートコールのゴーとともにわーベン・ジョンソンバリの 50m 走ラリアット、見事見事田中の分厚いビルドアップされた胸板を寸材たというね、そういったラリアットになります。あとですね、面白い話ですね、さっき岩之助選手が、はい、大谷選手と合体した時にですね、はい、マスコミ相手に叫んでたんですけどね、はい、俺たちにはあの人がついているってこと言ってるんですよ。誰が言ったんですか。いや、岩之助がです。俺たちの後ろにはあの人がいると。俺たちの後ろにはあの人誰ですか。よくわかんないことなんです。わかんないです、それが。何言ったの。おーすごい、おーわーいや
殺人来るコースが今黒田を襲った。階段もですね、背中に今ね、田中からドロップキックをして前から階段を転げ落ちましたよ。黒田がちょっとピクリとも動かない。ああこれ、ね、階段って言ってもあれ木とかじゃないですからね、あそこ。コンクリでこれ普通の人間じゃ死んじゃいますよ。これ全身打撲で間違いなく重傷入院ですよね。いやー驚きました。鎌田行進曲だってあんな硬い椅子じゃないですか、木ですからあれは。ものすごい階段落ち、戦慄が走りました後楽園ホール。ECW 仕込みの椅子攻撃。さあ、なんと、あ、これはダイヤモンドダストかと思ったんですけれども、スイング DDT でした。さあ、しかしこのスイング DDT 危ない。黒田と田中、まあこの2人がシングルマッチやるんですから、まあお客さんとしては当然外れなしとそういう気持ちで見てますんでね、当然激しい試合は想像できたんですけれども、ここまでかという、ここまでかという、いやー、骨のきしむ音、肉がこうぶつかる音、立たれる音というのがですね、このリングサイドまで響いている。ここまでハードな試合になるとは思いもしませんでした。さあニュートラルコーラー中央でちょっと下半身もおぼつかない。うわー、黒田に対して顔面へミサイルキックだ。これは厳しいか、これはこの攻めはきついわ。ジャドさんね、はい、田中はこれ ECW でこれ体も一回りも大きくなってますよね。そうですね、やっぱり一つ一つの技の重量感というのはだいぶこれ違うもんですか。いや全然違いますよ、やっぱりダメージが、はい、そういった意味では黒田もこれはまだ一つ一つのね、今田中の技の重みっていうのをこう体でこう感じてるところかもしれませんね。さあニュートラルコーナーとプロープ上での攻防になってきました。田中がセカンドロープからブレーンバスターを仕掛けていこうというところ、なんとか耐えていこうという黒田。さあどちらが制空権を取るんでしょうか。どうやら黒田がトップロープでの攻防は黒田に軍配が上がりました。そしてその痛めた首根っこにラリアット、これは強烈。おーっと、ごっついですからね、ごっついですから。これ今私スリーカウント、テッドの手はついたかなと思いましたけれども、いや、2.98 ぐらいいました。これぐらいでは無理ですよ。そうですか、これサイボーグ級のね体になってます。まさにモンスターという言葉がぴったりきます。あー、弾丸トルネードだ。軽々と黒田を持ち上げて、うわー、すごい、ものすごい地響きを上げて黒田の後頭部キャンバスにめり込む。まあ本当くしくもオーバーザトップがね、もう始まっちゃってましたけど、はい、オーバーザトップに田中出てたらこれは本当、いや分からなかったですよ、それは大本命。今の技も伊藤さん、これまで名前ないんですかね。ちょっと田中のあれですね、技が多すぎるのが気になりますね。田中の技多すぎますか。ちょっとなんか技に頼りすぎちゃってるっていうか、一発一発の重みがちょっとなんか、いやでもダイヤモンドダストはもうこれまだ負け知らずですよ、はい、ダイヤモンドダストね、あれはまさに平成のナンバーワン必殺技と言ってもいいですよね。初見した時にはもう本当びっくりしましたね、鳥肌立ちましたから。さあ、お、あ、これまたしても制空権は黒田のもとに。おお、そのまま、おお、ジャックライフだ。いや、この技もすごい。おっと、あわやあわや、これはいやー、ジャノー選手今の黒田の技すごかったですね。危険キッズだね今のはね。はい、黒田、黒田近い。さあ握り拳が炎、
炎を吹き出すか。もう一発いったラリアット、魂のラリアット。まだでしょうね。まだ来ますか、まだ来ますか。やっぱりこれも 黒田もこっからですよ。黒田こっから、ええ、田中はこれまだね懐ありますから。黒田がおっと、おーロコモーションジャーマンだ、ロコモーションジャーマン。いやー、この田中の巨体をこれ何度も持ち上げて最後ドラゴンという、うわー、これは持ち上がらなかったか。おーっと、もう一回いった。これは決まったか。黒田惜しい、黒田惜しい。もう一個ですね、もう一個なんだけど、ただね、拳が火をつくか。男の黒田哲弘はバックドロップ切り返していく。おーうおー、不死身だ不死身だ。もう一発ジャーマン。うおー、おーこれは不死身だ。うわー、やったー、すごい、黒田はね、すごい、すごいとしか言いようがない。うわー、最後にエルボーを決めたのは田中雅人。15分目だ、ジャノーさん、これどっち勝ちますかね。担当すごい試合だね。的に聞きますけど、教えてくださいとね、思わず聞いてしまう。全くどちらが勝つか予想もつかない展開になっています。もうね、ここまで来たら両方にもうトロフィーあげますっていうぐらいのね、すごい戦いになってますね。だからね、万が一ですけどね、はい、タッグ組むようなことがあったら当たる機会がこれからしばらくないわけだから、はい、思う存分、うわー、もうやるだけやった方がいいよ今日。やるだけやっとかないと。もういやー、でもね、もうここまですごい試合この2人がやってるってことはですよ、やっぱりこの2人でタッグ結成っていう目がね、どん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 ね、高くなってるような気がするんですよね。アジアタッグとか挑戦してほしいですね、2人で、ね、いいね。これね、この2人組んだらね、冬木はやぶさ最強って言いましたけれども、どうしてどうして田中黒田、この方がひょっとしたら強いかもしれませんよ。うわー、すごい、うわー、2人とも不死身だ。なんで立ち上がるんだ君たちは、どこまで立ち上がるんだ。恐るべしスタミナ、うわー、これはー、うわー、揺れている。後楽園ホールが地響きを、地響きを当たりで揺れている。何かこの後楽園ホールだけは空間がこの2人のものすごい熱気で浮かばれている。黒田コール、うわー、これはどうだ。お客さんを助けに味方にしたらしい。いやー、もう一発、もう一回ホールに行く。田中はまだね、俺は田中はね、これじゃまだだと思うね。まだ行きそうですよ ね最後の人差し、これ行ってほしいしね。最後の一発が欲しい黒田。うわー、これを逆さ抑え込みか。お、あれ、うわちょっと待ってください。今の技で3カウント決まらないんですか、この試合は。いやー、驚きましたね。とにかくもうエンドレス状態に突入しています。エンドレス状態、2人ともあっぱれ化け物、2人とも化け物だ。あー、そして最後は田中でいくのか。田中がなんかエルボーをヒットさせた。これはどうか。これでも決まらない。黒田すごいですね。黒田の執念。ああ、そしてついにダイヤモンドラストの時間がやってきたか。ダイヤモンドラスト。おお、わあ、黒田が、おお、わあ、今の技はなんだ。封じ込んだ。しかし3
ウントにはいかない、転がない、次の一手は何だ、次の一手は何だ、エルボーか、これがフィニッシュか、これがフィニッシュか、もう言葉がありません。私も言葉完全に突き果てました。お互いバーサグ突き果ててるようにも見えるんですが、しかし、しかし、もう一回ダイヤモンドダストになるのか、ダイヤモンドダスト、どうですか、郷さん。いやー、すごいですね。すごすぎます。まさに死闘とはこのことでしょう。肉弾戦の死闘、過去ですね、田中対はやぶさ、あるいは田中はやぶさ対ガンノツケとかね、いわゆる死闘と形容する試合はいくつもあったんですよ。でもね、俺ほど自らの肉を断ち切るような、そういったもうなんていうんですかね、肉弾戦の死闘ね、こういうのをね、私このプロレスマットでリングで見たのは初めてですよ。そのぐらいぶつかり合ったお互いが、己の肉を断ち、骨をね断ち、ぶつかり合った。ああ、今マイクですか。お前と試合するとよ、体がきついよ。でもな、俺はそんな試合が好きなんだよ。黒田、もう一度言う、タッグリーグまで時間がね、俺とお前と組んでここ変えてみねえか。黒田、よく聞け。黒田、アジアのベルトだって、アジアのベルトだって挑戦できねえことねえんだぞ。俺はこのベルト組んだらアジアを取れるぞ。どうだよ黒田、今しかねえと言いますか。僕はね、実はちょっと佐々木がね、黒田に、黒田さん、組んでくれと、田中と、まさかね、僕、そういう風に佐々木がね、黒田にそういう風に進めるってのは、すごく意外だったんですけども、これで決定ですか、この2人も。これ、どうやら決定と言っていいですかね。いやー、ジャドーさん、はい、このタッグは強いでしょう。バランス取れてるからね。いやー、今ですね、その後だって何度でも俺はお前のシングルやりたい。タッグの後でもいつでも
俺とお前はいつでもやっていける、それだけ自信はある。男と男のガッチリ握手だ。絶対リーグ戦は優勝するわ。今杉作さんはですね、インタビューの方に、スタンバイで、下の控え室の森に行きました。まあとにかくこれ、あの手続きをすればどうやらこの2人のタッグ最後の1組エントリー決定ということで、はい、よろしいですね。決定ですね。はい、とにかく楽しみです。どうでしょうか、はい、ファンのハートをがっちりこのタッグ現時点では掴んでますね。掴んでますね。後楽園ホールのお客さんが、まあ、最後は黒田の気持ちを後押ししたと、はい、最後に黒田の背中を押したのはですね、お客さんの声援だったようにも見えるんですけれどもね。そうですね、まあ、すごい楽しみですね。さあ、あの今画面は、控え室に戻る、田中を捉えています。おそらくこれこのまんまあれですかね、コミッショナーに、コミッショナーの方に、はい、報告に行くと思われます。さあ、アライスコミッショナーどこにいるんでしょうか。あ、どうやら、会見が行われるんですかね、先にね。そうですね。とにかく、あ、今またそして、どうやら下で2人が握手しています。あ、今新井コミッショナーの顔も映りました。ちょっと聞いてみましょうかね。社長、俺はこいつ組んで次のリーグ戦出ますよ。はい、僕も田中と同じです。俺らが絶対こう変えてやるからな。社長、今のままで満足ですか。満足してないでしょ。俺らが絶対変えてやるから、この会社絶対変えてやる。期待してます。あとアジアのチャンピオンさ、うちの会社でこうやってもいいんでしょ。だったら俺らどうですか。他にこんだけ魅力のあるチームいますか。他にないんだったら俺ら名乗り上げますよ。俺らいつだって構いませんよ。どこでもいいです。わかりました。早急に検討して返事出します。それだけじゃねえ。3月のリーグ戦、俺ら絶対優勝するからな。誰だって負けねえ。俺はこいつ組んだら誰だって負けねえぞ。どんなチームだって来い。こんだけ魅力のあるチーム他にいるか。どうやるんだ。絶対負けたまかってんだよ。俺たちが絶対優勝してるわ。じゃねえと FM の歴史は変わんないんじゃ。俺たちが本命、それだけ。あとはみんな同じ。多分どこも同じ。あとは俺たちがトップだよ。あとは全部大穴。ということで伊藤さんね、正式に、はい、エントリーしたということでよろしいですね。これで8チーム決まりましたね。8チーム決まりましたね。あとはバトラーズの、はい、その誰が出てくるか。そうですね、はい。ちょっとおさらいしてみますと、はやぶさ冬樹が冬樹、はい、決まりました、はい。それから今の田中黒田、もうこの2つがですね、どうやら本命かなという気もするんですけれども、はい、大谷雁之助っていうのが出ましたね。大谷雁、これも、ね、これは強烈ですね、はい。これで3つですね、はい。それから保坂レーザー、はいはい、これで4つ、はい。それと 中川下道ですか。中川下道、これもちょっとクセモンですよね。クセモン、それとですね、金村はですね、ヒドと組むらしいですよ。金村ヒドですか。ウイングで行くと。なるほどね。そうしますと、はい、1,2,3,4,5 金村秀夫で外国人軍団がいて、外人、はい、外国人でバトラーズですね、はい、で8チーム、わ、はい、かりました。
ちょっと改めて おさらいしましょう。はやぶさ冬樹、そしてですね田中黒田、それから大谷雁之助、そして保坂レザー、それから、下道と中川、そして金村と日道、そして、まだ決まっていませんが外国人タッグ、さらに、バトラーズからも名前さっき社長に聞いてきましたよ。あチーム名でですね、アルマゲドンっていうチームです。アルマゲドン、サモア系のレスラーらしいですね。ああそうですか、まさに世紀末という予感がねプンプンするわけですけれども、まあ、もちろんバトラーズからも誰が出てくるかというのは非常に、そうですね、楽しみになってきましたけれども、まあしかし今日はですね、まあ、一つ FMW のマット、気候のこれからも含めましてですね、一つターニングポイントになった、そうですね、興行と言えましたね、ジャドーさんね、ちょっと気が早いんですけれども、3月20日からタッグリーグスタートしますが、ズバリこのエントリーからどうでしょう。本命わかんないですね、なんとも言えないですよ。なんとも言えない、まあ、残念ながらジャドーさんはエントリーしなかったわけですけど、それとコミッショナーの方が、このとあのタッグリーグの優勝者にはまだ交渉中らしいんですけど、初代のディレクTV認定タッグ選手権というものを作りたいというあれがあるらしいですね。あなるほど、なるほど、これは光栄 なるほどですね、非常にね。さあそのあたりも楽しみになってきました、いずれにしてもですね、最強のタッグを決める FMW 総当たりのタッグリーグ戦は3月の20日の岐阜からということでよろしいですね。シリーズは3月の17日モーランからスタートしますけれども、実際にタッグリーグ戦が始まるのは3月20日の岐阜からと、およそこれ2ヶ月のスパンで総当たりですから、まあ、とにかく予想を、ね、実は先ほどジャドさんにしてもらったんです。全くわからないというのがこれ正直な予想です。はやぶさ冬樹というね、僕の予想ではヘッドハンターズが優勝出ません、ということでですね、最後にギャグをかましました。これだとまた怒られちゃうんですよ。どうやら会心の度合いはちょっと疑わしいというね、結末になります。社長すいません、ということでですね、まあとにかく楽しみになってきましたね、杉田さんね、そうですね、じっくりとそのタッグリーグの模様もですね、戦況をですね、FMW ファンの皆さんお見逃しなさらないようにということで、この興奮冷めやらぬ後楽園ホールからそろそろ失礼いたしたいと思います。チークぶっちゃ組も出るんですか。今日はすごかった。とととととと、さよなら。